でも税務調査は僕もあのリムっていう会社を作って1期目の終わった直後に来ましたね。その時にね、あの三田のオフィスがあって、そこでめっちゃ覚えてるんですけど、税務調査官2人で来て、まあ新人の方が1人、もう1人はなんかベテランの方だったんですけど、もうお二人でいろいろね資料をこうやってやってたんで、僕一つの部屋に閉じ込めて、あのそのね部屋を貸し出さないといけないから、資料をね税務調査官がやってる、もうエアコンをもう16度とかに設定して、ちょっと寒いんですけどって言われて、まあごめん玄関空調なんでみたいなねそうやっていじめたりしましたけど、はい、税務調査はそういう風に乗り切ってください。楽しくね、もう税金は本当学んどいた方がいいですよ。僕今起業7年目ぐらいですけれども、本気で思ったのは、事業を伸ばすってなんかいいサービスとかいい商品を作るっていうよりも、もうマネーゲームなんですよね。だからいいキャッシュローをどんだけ作れるかのところだと思いますよ。だってスターバックスとかさ、考えてくださいよ。普通皆さんがカフェをじゃあ普通に作ると想像して、普通カフェってさ、スターバックスよりはいい雰囲気のカフェも味が美味しいカフェもあるじゃないですか。なぜじゃああんだけスタバがあんだけ世界中でね伸びたかっていうと、本当にマネーゲームの戦い方を知ってるからだと思いますよね、うん、投資で気をつけることは、これはねリターンよりもリスクを見るってところじゃないですか。例えばさ、お金持ちに1億円を投資させるとどうなるかっていうと、例えば普通に皆さんにさ、皆さんが1億円あるって考えてください。皆さんが1億円あったら、これどうやって投資します？100万円でも1000万円でもいいんだけども、ほとんどの人は高いリターンを得るために、じゃあ例えば年利 10% とかさ、年利 8% とかさ、じゃあ例えば1億円を投資して年利 8% って効率をね狙ったら、年間800万円こうやってリターンが来るって見込めるわけじゃないですか。でもその分リスクも大きいんですよね。じゃあお金持ちってこれってどうするかっていうと、1億円を投資して、でそれを担保に1億円で、お金を借りるんですよ。で合計2億円で 8% いりませんと、もうむしろ、4% ぐらいで結構ですと、ね、8% なんていりません、 4% でいいですって言って、2億円を 4% で運用するんです。同じリターンで800万円じゃないですか。でリスクが低く800万円ぐらいのリターンなんですよね。もちろん利子はありますけれども、じゃあ例えば 5% だったら1000万円で、利子なんてね担保がしっかりしてるから 0.何% の利子ですよね。そこから100万円出てったところでね、それでも900万円残るじゃないですか。こういうふうにリターンだけ追い続けてる投資って大体失敗するかなと。こういうふうにリスクを見て、どんだけリスクを下げた収益を生み出せるか、これをロンバードレンディングとか言うんですけれども、こういうところが投資ではすごく重要ですよ。何人ぐらいドバイに行く人をサポートしましたか？ドバイに行く人はですね、もうすぐ200社になります。はい、ドバイは2000人日本人がね、ビザを取ってる日本人がいると。他のね、いる人はただ観光で滞在してるだけですよ、ほとんどね。2000人いるんですけども、そのうち1000人はね、あの駐在員とその家族と呼ばれてます。で残りの1000人のうち500人がエミレーツガールって女の子、あのエミレーツ航空の女の子だったりとか、残りの500人がインベスタービザとかを持ってる経営者、僕らみたいな経営者なんですけども、そのうちの200人は僕の会社で、やらせていただいてますね。会計だったり監査であったりとか全てですね。はい、正直もう皆さんはね、投資なんて考えなくていいです。僕は稼ぎ方って3つあると思っていて、 TIM と RIM と KIM なんですよ。これもう僕の有名な話ですと。で TIM っていうのはタイムイズマネーで、皆さんのね、ほとんどの方は時間をお金に変えて生きてるじゃないですか。これだと絶対に無理です。これにはもう限りがあります。だからこの TIM の人はまずは RIM、 結果をお金に変えるやり方をしないといけないんですよ。だから例えば時給1000円で働くんではなくて、じゃあこれをやったら100万円くれますかっていう結果労働で働かないといけない。ここで初めてお金が貯まるようになるんですよ。で最終的にお金が貯まったら KIM、 ノーレッジズマネーで、投資をやっていけばいいだけで、世の中のツイッターとか見ると、世の中のほとんどの人は TIM、 お前は TIM だろっていうにもかかわらず、なんかよくわかんないけど KIM のね投資の話をしてるんですよ。でも普通の人がさ、投資で回せる金額なんて、例えば年収300万円ぐらいの人って、大体ね、月に25万円ぐらいでね、20万円ぐらいどっか行っちゃいますと。ね。で、まあ5万円ぐらいで趣味でね、残ったのが3万円ぐらいですと。じゃあ、3万円ぐらいが投資に回せるお金じゃないですか。この3万円って1年間積み立てても30万円程度ですよ。36万円ですよ。ね。30万円で、じゃあ 3% でリターンがあったとしても、いくらですか、1年で。30万円のリターンって9000円ですよ。9000円で、お前1年間9000円で何ができんねんと。これが TIM の人の言ってる投資なんですよ。違いますよと。ね。
あなたは30万円稼げる能力があるんでしょ、そしたらその能力を TIM じゃなくて RIM に変えてみましょうと。例えばあなたが毎月30万円稼げるんだったら、毎月30万円稼げる事業を作ればいいんです。そうしたら30万円、例えばあなたがね、カフェをやったとしましょうと、なんかオンラインの事業をやったとしましょうとね、で30万円毎月入ってきますと。そしたらその事業をあなたは30万円で売ります？売らないですよね。今あなたが働いて毎月得てる給料の30万円はいくらの価値ですかっていうと、給料の30万円の価値しかないんですよね。ただあなたが事業で生み出す30万円っていくらで売るかって、来月も30万円生み出す、再来月も30万円生み出す、いくらで売ります？だいたいね、36×3年ぐらいかけてだいたいいくらで売るんですかね。900万、1000万ぐらいで売りませんか。そうですよね。だからその時に初めて RIM でまとまったお金が入ってくるじゃないですか。そこで初めて KIM に回せばいいのに、ほとんどの人がね、TIM の人はね、RIM の話を飛ばして KIM の話ばっかりしてるんですよ。だからあなたたちはずっとそこにいるんじゃないかっていう。よくね、知らない人がね、ドバイは法人税かかるとかね、ほらドバイもかかってきたぞがいいんだけどもね、そんなアホかと。モナコと一緒です。モナコだって法人税 30% ありますよね。じゃあ所得税どうですかと。ね、ないですよ、 0% ですよ。じゃあどういうことかってね、法人に1億円利益がたまったら1億円ね、役員報酬とかで払い出せば法人の利益ゼロ、法人税ない、所得税もない、ゼロじゃないですか。ドバイも所得税あります？本当に税金取りたかったら所得税だって取りますよ、そりゃ、ね、ドバイだと同じですよ。 6-9% 法人税かかったって、じゃあ1億円儲かりましたとね、利益がで1億円全部ポケットに入れたって 0% じゃないですか。しかも特例で1億円以下の売り上げの人は実質ゼロなんですよ。ということは、じゃあ10億儲かってますって、10個法人付きでやる、実質ゼロじゃないですか。わかりますよね。そういう風になってるんです、世の中っていうものは。ただ国外からの圧力によって一応見かけ上は 9% 作りますから黙っててくださいと。それが今のドバイだと思いますよ。営業のコツは、ネガティブファースト、ネガティブインでポジティブアウトじゃないですか。必ずネガティブを言わないといけないですね。で、このネガティブを言うときにどうでもいいネガティブをまず言うんですよ。例えば安さ、価格だったら正直うちじゃない方がいいです、隣のお店の方が安いです。ただこれを10年20年と使うんであれば絶対にうちの方がいいですっていう方が、価格もうちがいいですよ、あっちもこっちがもう全部うちがいいですよっていうよりも、質の部分で だったらうちの方がいいですよっていう、ポジティブな部分がネガティブを言うことによってめっちゃよりポジティブに聞こえるということなので、このネガティブを言うコツっていうのを皆さんつけたらどうですか。僕の人生を語るとすごい面白い人生ですよ。本当にね、国分寺で8畳の 1R に住んでてね、こうやって街をでかいビルだなとかね、あんなところでも見上げてた時もあって、逆言うと港区のねペンタハウス住んで逆に街を見下ろす時もあってね、でそこを天井知らずにね、こうやってダーって伸びた時もあれば、逆にそこ知らずにガーって叩かれた時もあれば、本当にねジェットコースターみたいな人生ですけれども、そういう人生別にイソギンチャクみたいにね、呼吸の回数で人生を測ってるわけじゃないんで、僕らはね、すごい面白い人生ですよね。幸せそうに見えないと言われても、はい、そこら辺でネットフリックスでずっと一生終えるわよね、全然いいですわ。保険の代理店をやってる方がいて、世の中の6割の倒産理由って知ってます？後継者がいないんですよ。利益が上がってる事業なのに後継者がいないから事業を潰してる。これ特に田舎に多いんですよね。だったらそれもらっちゃえばいいじゃん、ください言うてね。これで成功してるのが保険代理店の男の子なんだけども、その方はすでに保険代理店ってね、昔からおじいちゃんがさ、いろんなお客様との付き合いのリストを持ってるわけじゃないですか。そのリストで毎回毎回保険で儲かってるっていうおじいちゃんいるじゃないですか。でもこのおじいちゃんもすごく年を取ってます。じゃあこのおじいちゃんにね、おじいちゃん、僕にそのお客様を引き継いでくださいと。利益の 30%、 いやむしろ 50% 上げますと、 50% だけでいいですよ僕はって言えば、無料でおじいちゃんだったらね、廃業する寸前のおじいちゃんだったらそれをもらって100名の、顧客をもらいました。それを5人やれば 250% もらえるじゃないですか、自分がね。そういう風にですね、あるところをもらっちゃうっていう、無料で、むしろめっちゃ楽ですよ、めっちゃ楽です。その方は今年収1700万保険の代理店だけで儲かってるって言ってますけども、マジでこれが一番楽ですって言っても、ほとんどの方はね、そういうことをやらないでしょうけどね。明日もね、電車乗って会社に行くんでしょうけど、はい、もちろんお金をいくら持ってても不幸な人を何人も見てきましたよ、不幸なお金持ちはね。でも僕にとってのね、お金っていうのはただの計りでしかないんですよ。別にお金と正直思ってなくて、計りなんですよね。
でどちらかというと僕は貧乏な方とお金持ちの方どっちにがいいですかって言ったら 100% お金持ちの方がいい人間だと思います。ただシンデレラとかさ、こういうディズニー映画とか見るとお金持ちってなんかねみんな悪い印象ですけど、あれは人の心理に基づいて映画作ってるからしょうがないんですけども、事実本当の世界ではどっちの方がいい人が多いかって、お金持ちの方が絶対的にいい人の方が多いです。でこれなんでかっていうと、お金を皆さんなんで払うかっていうと、当たり前に例えば皆さん家に帰って料理を作るのがめんどくさいとね、忙しいからできない、じゃあ居酒屋とかね飲食店に行って料理を代わりに作ってもらって美味しい料理をね、そのありがとうの感謝でお金払うわけじゃないですか。どんな事業もね同じですよね。ただこのありがとうイコールお金持ちってありがとう持ちなんです、感謝持ちなんですよ。だからお金持ちイコール感謝される回数が多いからいい人が多いんですよね、どう考えても。そのお金に対してのすごくネガティブ意識を持ってるのは日本ぐらいだと思いますね、正直な話。もう香港とかドバイとか行くともうカフェとかでもお金しか話してないですもん。だってお金をイコール感謝をされたってことなんだから、みんな感謝持ちになりたいでしょうと、そういうことだと思いますよ本当に。僕面白いね授業を今やっておりまして、めっちゃおもろいんですよこれ。あのねドバイで僕 Google マップの MEO のマーケティングをやってますとね、でこれって店舗の事業者だとかすごく必要なんですよ。ただ MEO って何の価値があるのって呼ばれると SEO と一緒であまりやってる価値が見えにくい。後ろではめっちゃいろんなことやってるんですよ、マジイライラするぐらいいろんなことやってるんですけど見える価値が見にくいと。ここでですよ、僕今ドバイでセールスチームを抱えて今もそこら辺走り回ってますけども、お店に行ってね、すいません1分時間もらえますかとね、1分時間いただいて Google マップ開いてください。今から10秒後に1個口コミが増えますと。で10秒待ちます、その人口コミが増えるんですよ。これ100個欲しいですか、そしたら今からちょっと10分次時間もらえますかって言って Google マップ取れるんですよ。何をやってるかって、僕ら口コミを増やせるサービスを始めたんですよ。これあのごめんこれマジで広告とかじゃなくてめっちゃおもろいんですよ。これめっちゃおもろくて、口コミの全都道府県だったり全エリアだったりに口コミをする人間を人力で置いて、でそこでリアルなアカウントを作って口コミをするっていうサービスなんですよ。だから年間月に10件ぐらい増やして年間120件ぐらい口コミ増えるんですけども、口コミが集客でめっちゃ重要じゃないですか。だからその口コミを月に98円でどうぞサブスクでやりませんかと。あ、本当に1個増える1個増える、これただの体験なんですよ。このサブスクから本契約18900円とかの本契約にどん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 移行するんですよ。このやり方がサブスクのやり方だと思いますよ。介護医療で武田さんならどうしますか。僕ならですね、ホテルという、名目もう全てフィリピンとかで流行ってるんですよ。フィリピンって人件費も安いじゃないですか。しかも、お年寄りにすごく国民性的に、敬う傾向にあるんですよね。だからフィリピンで介護施設というとことよりはもうリゾートを作っちゃうみたいな。だから年金暮らしでだいたい介護とか年金入ってくるわけじゃないですか。それで十分フィリピンで住めて十分めちゃめちゃ最高の生活ができて、しかも24時間付きっきりの人件費が払えるから付きっきりでめっちゃいいサービスができるみたいな、そういう感じのリゾートを作るっていうのが僕介護施設の今後の未来でありんじゃないかなと。税金を皆さん学ばないということは止血をしてないんですよ。例えば皆さんが手術中で血がドクドク出てってます、これ全く同じ状況なんですよ。皆さんは今いくらいくら働いてもね、輸血をしても血がドクドク出てってですね、じゃあ一番最初にやらないといけないのは止血じゃないですか。止血の方法を覚えないといくら稼いでもジャブジャブ出てくるだけなんですよ。だから例えばさ、富裕層の方って何がすごいかっていうと、やっぱ税金に対してのリテラシーが高いから富裕層になってるんですよ。例えば皆さんが家を買いたいってね、じゃあ1億円の家を買うと今家バーッと上がってるじゃないですか。じゃあこの1億円の家を買って、じゃあ例えばですよ、10年後に2億円で売れますと。で、2億円で売れると、じゃあ例えば半分ぐらいは出てっちゃうわけですよ。40% ぐらい出てっちゃうわけですよ、税金で。ね、1億円の利益が4000万ぐらい出てっちゃうわけですよ。でも、もしこの不動産を会社として買って、ね、会社で1億円の不動産買いました。10年後に2億円の不動産の価値です。この不動産を売るんじゃなくて、会社を2億円で売ったら、株式譲渡に関わる税金は 20% なので、1億円の利益の 20% だから2000万円じゃないですか。ね、さっきまで知らない人は4000万円払ってるんですよ。でも会社のこういう富裕層は全部資産を会社の株で持つから、全ていくら儲かろうが 20% しか払わなくていいんですよ。そういう風な話だったりとかを学ばなすぎだと思いますよね。法人を抑え込みしてるんですよね、みんな。マイクロカンパニーだったりとかね、そういうことめっちゃ重要ですよ。だから止血の方法を皆さんは覚えた方がいいと思う。これね、言っちゃおうかな、世の中のマーケティングの人は下手なんです。全員下手くそです。もう僕から見て全員ウジ虫並みに下手くそです。なぜかというと商品を売ろうとしてるから。でここでいやどうせストーリーの話するんだろう、ちゃいますちゃいます。
この道、プロセスを売ってあげないと。ね。このプロセスを売らないと事業っていうのは儲かんない。このプロセスって何かっていうと何かを犠牲にするってことなんですよ。例えばコンビニってさ、基本的にコンビニ行ってるものってスーパーよりも全部高いじゃないですか。でもコンビニってアイスコーヒーとかめっちゃ安いと思いますね。一杯100円とかでね、飲めますよね。じゃあなんで普通高く売ってるコンビニがあんな安いアイスコーヒーを売るのかっていうと、これアイスコーヒーに来るとあんまりね、正直儲かってないかもしれないですけども、アイスコーヒーを来て、ついで買いでコンビニが儲かってるわけじゃないですか。これ目玉商品と一緒なんですよ。うちも全く同じで、正直な話、ドバイに移住する人を別に僕は欲しいわけじゃないんですよ。で、僕が最初ドバイで始めたのって不動産業なんですよ。だってここめっちゃ可能性あるんですよ。普通に先月買ったものがもう今月値上がりするとか、そんだけの変動なんですよ。で、ただこれを日本の方に不動産買いませんかって言っても売れるわけないじゃないですか。じゃあ何をするかっていうと、不動産が売れるプロセスを売るんですよ。例えばうちのプロセスだと、じゃあ一旦ドバイで移住しませんかと。ね、設立をしていろんな節税効果だったりいろんなものありますよ。環境もいいしねと。ね、それできたら、ドバイに来たら必ずみんな何必要ですかっていうと、100%家が必要なんですよ。その時に家を買っていただいたり、家を借りていただいたりとか、そこで収益を上げると。で、正直な話、ドバイというものはライセンス料だけ100万円ぐらい飛んでいくので、正直僕ら本当に、これ本当なんですよね。あまり儲かりません。この、海外設立だったりとか。そんなのはね、もう、ただ毛が生えた程度しか儲かりません。ただ、中には何億円という不動産を弊社が仲介で買ってくれるので、そこで儲かったりするわけですよ。だから、そういう、いきなり、全てで儲かろうとせずに、何かを犠牲にして何かを儲からないものを作って、そこでリーディングして、そこから本当に儲かるものを買っていただくっていうのが基本的な構造なんですよ。だからヤマハとかは本当にうまいと思いますよ。ピアノ買ってくださいって誰も買わないんじゃないですか。ただピアノ教室に通ってそこで体験して、そこのプロセスがあるから勝手にピアノが売れるっていうわけじゃないですか。商品が売れるプロセスを売らないと商品じゃなくてね。これがすごく重要だと思います、マーケターでは。僕の経営の仕方はすごくソフトバンクと似てるのかなって、僕自身そんな立派なものじゃないですけど思っていて、僕らは IT で儲かってます。ボン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 も毎日毎日 IT で儲かってますと。で、 IT で儲かったお金を、僕らは IT を信じないんですよ。まあ、例えばね、システム開発とか、もう来年にはどんなシステム出てるか分かんないしね。あとはインスタのマーケティングだったり、マーケティング部署ですよね。それも来年にはさ、インスタが流行ってるか分からないじゃないですか。だから僕ら IT で儲かったお金を全て IT に投資するんじゃなくて、全部お店だったりオフラインに投資してるんですよ。例えばクラブであったりとか、エステであったり、整体院であったり、美容室であったり、ジムであったりとか、全部オフラインです、僕らの投資してるのって。実はで、こうするとどうなるかっていうと、やっぱバランスが取れるんですよね。で、経営で重要なのって、一つの軸で絶対に偏らない、片足で立たないことだと思っていて、多項経営みたいな感じで何本も足をね、作って、経営を成り立たせるって。僕らの会社ってすごいいい例で、コロナの時って飲食店どっかん下がりました。でもその代わりオンライン事業がどっかん上がりました。でもコロナが終わったら、オンライン事業が下がってきたけど飲食店が上がりました。こういうふうにシーソーみたいな形の経営。だからこれがすごく重要かなと。これって会社員の所得に対しても言えますよね。会社だけの給料だけで必ず利益ですよ、皆さん。必ず利益です。絶対に。年商とかどうでもいいです。もう世の中年商詐欺いっぱいいますよね。もう世の中本当 SNS で年収何十億社長と、アホかお前ら、年収じゃん、お前利益見してみやとね。あのね、皆さんに質問ですと。年商100億で利益が1億円か、年商5億で利益が1億円か、これどっちがいい会社だと思います？どうぞって考えると、みんなね、いや年商100億でしょとか言ったりするんだけども、これ言葉を変えて考えてください。利益1億円を生み出すのに100億円が必要な会社なんですよ。それってすごい不効率だと思いません？逆言うと、利益1億円を生み出すのに5億円しか必要じゃない会社の方が絶対に価値が高いんですよ。で、会社の価値って 100% 利益で見ろと。もう年商とかどうでもいい。売上とか正直どうでもいい。利益で見ろって言ってるんですけども、例えば皆さんが家を買いました。1億円で家を買いました。不動産業務大体こんなんですよ。1億円で家を仕入れて、1億円で家を買いました。あ、売りました。年商いくらですか？ 1 億じゃないですか。でも何か生み出してます。生み出してねえじゃんと。ね。1億で仕入れて1億で売ってるとどんどん誰だってできるよとね。ただ、例えば1億で仕入れて、そこで自分なりにデザインしたり、リノベーションしたり、付加価値をかけて、で、社会に貢献をして、1億5000万円で売れましたと。5000万円。利益が貯まるじゃないですか。ね。必ず会社の価値というものは利益で、かかられるんですよ。絶対的に。なのに、そう、世の中のほとんどのやつは儲かってません。
はい、年商ばっか言ってるやつは何にも儲かってません。本当に貧乏な人間たちだと思います。正直な話、美容室の経営の方向性も全部マーケティングですよ。正直な話、うちの美容室であるとうまい経営をしてると思います。例えばですね、美容室ってさ、皆さん考えていただきたいんですけども、リピートをしていただくことが絶対に必要じゃないですか、店舗って。じゃないと店舗なんてずっと新規で取り続けて続く店舗なんてないから、お客様をストックしていかないといけない、リピートを増やさないといけないんだけども、美容室に行くとね、なんかレジの横に LINE 登録してくださいねとか QR コード貼ってるとかさ、そういうの迷惑じゃないですか。だからここの仕組みとして、うちは来たら頭皮カウンセリングっていうのをやって、カウンセリング結果を送るので、この LINE に、送ってもらえますかと。それで写真を送る、イコールもそのフローの中で LINE が取得できるじゃないですか。こういう細かいことをどんだけコツコツとやっていくかっていうことがめっちゃ重要だと思いますね。誘導が下手ですよ、美容室を見てる。すんごい皆さんに辛いこと言うんですけども、汗水垂らして働く人って実はあんまり儲からないんですよ。ただ汗水垂らして学ぶ人ってめっちゃお金持ってられるんですよね。もうお金持ちになれるんですよ。だから首から下で働くにはもう正直1日日給で1万円2万円が最大です。ただ首から上を使って働けばいくらでも儲かるんですよね。そこをしっかりと見ないといけなくて、でここで重要なのって、皆さんね、じゃあ首から上を使って働くってどういうことやねっていう話なんだけども、実際に皆さん会社から給料は上がりません。うん、みんなね、給料上がると思ってますけど、給料は上がりませんから。給料は上げるものなんですよ。年収上げない、上がらないんじゃなくて、年収を上げないと上がらないんですよ。で、年収を上げようとしてる人ってどんだけいます?この中で。で、年収を上げるってどうやるんですか?当たり前に、会社はあなたに給料を上げますよね。これはなんでかって、あなたが会社に対して何かアウトプットをしてる。ね、価値を提供してるから、会社は給料をもらってるんですよ。ということは、あなたのアウトプットを上げない限りは、給料上がらないんですよ。昨日と同じことを今日待ってたら上がるわけないじゃないですか。ね。それだから、学ばない日本人、アジアで一番学ばない日本人、給料上がらない。当たり前の話なんですよ。あなたが経営者だって上がりますか?上がるわけねえだろと。じゃあ、アウトプットってどうやりますかっていうと、これ面白いことに、インプット以上に、入れること以上に出るものが多くなることってないんですよ。だから、インプットを増やさないとアウトプットが増えません。アウトプットが増えないと年収なんて上がりません。だから、いろんな人が、まず学びなさいと。当たり前ですよ。っていう、当たり前のことを言ってるだけなんですよ。これをね、皆さんなんか、よくわかんない、なんか学んでも意味がねえだろう、こんなことを学んでも何の役に立つねん。そんなにそう言ってるやつが何の社会の何の役にも立ってないじゃないですか、今もね。何一つ役にも立ってないです。これね、掛け算の関係ですよ。皆さんね、インプット100しても、ね、アウトプットが0だったら 100×0 で0じゃないですか。ね、学んで行動しなかったら0なんですよ。いくらどんなに本読んだって、どんなに勉強したって、どんなね、すごい、経営者のイーロン・マスクとかの秘書になったって、あなたが行動しない限りは変わりません。もうね、これ自己啓発とかどうでもいいです。もう無理です。あんなの目覚ましみたいなもんで、どんなに高級な目覚まし買ったって、起きるか起きないかあんた次第じゃないですか。ね。なんかよくね、三日坊主で終わっちゃうんですけど、竹山さん、これが継続できる方法ないですか?知らんわ、お前。4日やれ。以上や。それだけなんですよ、本当に。あなたたちはね、なんか、知識があるだけで成功できる。違います。違います。知識も大事ですけれども、それと同じぐらい行動も大事です。だから、行動しないやつばっかだからクラスターっていう仕組みを作ったんです。それでも行動しないやつが6割ぐらいだけどな。より下手なのは、美容師の提案がないこと。髪を切るってなったらさ、1000円でいいじゃん、普通に。1000円カットでも変わんねえだろと。ね、髪を切るっていうこと価値を置いたら。そうじゃないじゃん。美容室に行く価値っていうものはさ、人間とのコミュニケーションだったりとかさ、あとは美容室に行って、その撮影をして、私美容室に行ったよっていう、その撮影をしに行ってるっていう付加価値だったりとか、そういうものを価値で置いてるのに、でも、ほとんどの世の中の美容室の方は 99.9% は髪を切ること、髪のうまさが価値だと思ってるんですよ。正直な話、80% でできてればもう以上でいいです。これを 100% にするとかどうでもいいです。正直ね。で、ここに日本人は使いすぎてる、時間を。何回もこれ言ってることなんですけども、日本の方って、例えばテストの点数と一緒で、80点取れたら科学でね、この80点を100点にするこの20点上げるのってめっちゃ時間かかるじゃないですか。正直ここってめっちゃ時間かかるんですよ。でも日本のなんか文化って職人文化だから、80点でできてるものをなんか100点にしようって、この 20% 20点のところをここに人生の大半を捧ぐんですよ。
それじゃダメじゃねえと。ね。80点取れたら、じゃあ違うところに行く。ね。また違うところに行く。例えば、英語を学ぶ。美容室でね、髪のスキルが80点取れたら、もうそこを100点にするとかじゃなくて、じゃあ英語を学んでみる。そしたら英語が話せる美容室、うちの美容室みたいにね、英語が話せる美容師になって、外国人からのマスも取れるかもしれないじゃないですか。で、じゃあ次に撮影も学んでみるっていうと、じゃあカメラの撮影、サービスもついて、うちのね、美容師もこうやって撮影するんだけども、ライトもね、そういう照明までつけて、そしたらまた違うスキルがつくじゃないですか。このスキルの掛け合わせで人間の価値って上がっていくのに、なぜか知らないけれども、この20点を上げるところに人生のほとんどを使ってる、全員は。すごくこれが僕は不効率だと感じますよ、皆さん。ここにいるやつがさ、お前今年の年始めに何人のやつが今年はこれを達成しようってね、いろんな祈願したと思うんだけども、それが今ね、約半年経ちましたよ、約ね。何人ぐらい今継続できてる？ほとんどのやつ継続できてないでしょ。だから、ほとんどのやつが継続できないから結局何も変わんないです。去年と何変わりました？住んだ場所だったり変わりましたか？練習だったり変わりましたか？ね？何も変わってないでしょ。これが去年と今年変わらないんだったら今年と来年も変わりません。ね、10年後も変わりません。結局そうなんですよね。日本の人間の、どんどんちっちゃくなっていっちゃうんです、夢が。10代の頃皆さんいろんなものありましたよね。僕もありましたよね。10代の頃ってよっしゃ、絶対に成功するぞ、億万長者になってやるぞ、ね。でも20代になると、とりあえず就職かなと。ね。じゃあ30代になると、まあ、とりあえず家族がいればいいかな、家族幸せだといいかなと。で、40代になったら、まあ、とりあえず子供大きくなってくれればいいかな、50代になったら、まあ、僕の人生で。これじゃないですか。ほとんどの 99.9% のやつの人生これですよ。あんたな、人生2回あるんだったら別にいいですよ。親の言った通りに学校に行ってね、先生の言った通りにいい会社に就職してね、急ぎんちゃくみたいにずっと働いてればいいですけれども、ね。ただ人生2回ないんですわ。1回だけなんです。1回だけならね、そんな他人の言うことね、他の人の定義した安定なんて求めないでね、自分の定義する人生歩めばいいじゃないですか。でもほとんどのやつなんてほんとね、ほんとそんな感じですよ。もうもったいない。もったいないです、本当に。あのね、サブスクを全員使い方を間違えてます。はい。全員サブスクを語っていいほどサブスクを知りません。で、ここでね、一番重要なのって、サブスクの作り方って、釣りなんですよ。釣り。ただの針なんですよ、サブスクって。だから例えばさ、車の車検のサブスクとかあっても、あんまり皆さんって興味ないじゃないですか。なんでかって車検なんて何年に1回しかやらないから。だから使用頻度が多いものほどサブスクにした方がいいんですよね。だったら、車の車検のサブスクじゃなくてカーウォッシュのサブスクだったら、それでカーウォッシュに月に1回でも来てくれて関係性が作れて、だから車検もこっちでやってもらってそこで儲かるみたいなのがサブスクのメリットなんですよ。だから飲食店で言うと、じゃあ飲食店でサブスク、じゃあ月々1万円って牛角がやりましたよね。あれが間違いだったと思いますね。僕が牛角だったら、生ビール牛角で飲み放題で月500円。ね。月500円ですよ。100杯飲んだって500円です、生ビール。これで元取れんのかと思うかもしれないんですけども、でも、生ビールを飲みに行けば必ず焼き肉も食べてくれるじゃないですか。こういうふうに、ただの釣りで、ちっちゃいサブスクを作ってことなんですよ。これが集客に結びつくようなあのメリットがあるので、だから、ネイルとかも一緒ですよね。100円のサブスクですよ。ね、それとも、月に1万円のサブスクですよって言ったら、100円のサブスクの方がみんな入りやすいんですよ。じゃあ100円で何できるの？ネイルオフが、もう何回でも無料ですよとか、じゃあワンカラーのネイルだったら何回でも無料ですよ。でも、結局来るとトッピングつけたくなるわけじゃないですか。そこで儲かるみたいな。それが、集客をするためにサブスクってあるんですよ。別に、儲かるためにサブスクがあるわけじゃないんですよ。結果的に儲かるけど。これがサブスクの使い方で全員が間違えてることですね。全員が間違えてます。皆さん本当に大丈夫ですか？不安じゃないですか？僕なんで起業したんですかってよく聞かれるんですよ。不安だから起業したんですよ。僕子供が双子生まれて、あ、ね、ちゃんとした、ね、学校にも行かせたいし、ちゃんとした大きい家も買ってやりたいし、でも逆算すると、いや無理だなって思うわけですよ。ね、僕会社員の頃年収2000万円近くありました。年収2000万円近くあっても不安に感じたんです。逆算しても絶対無理でした。ね。だから起業したんですよ。でも世の中の人ってすごいですよね。不安にならないですか？僕めっちゃ不安ですよ。だって、日本人の平均手取りって平均手取りで 26.7 万円ですよ。その中から3000万円、5000万円の家って買えますか？ローン組んで買えないですよね。子供一人作ったら3000万円ね、かかるって言われるんですけど、払いますかとね。あなたの老後も3000万円、夫婦合わせたら6000万円、物価上昇までいったら1億円かかると言われてますけど、払いますかと。払えないでしょ。払えないんだよ。払えないね。引き算、算数ができればわかるのよ。
ね、今のあなたの会社の上司いるでしょ、あれあなたの未来ですよ、ね、あの上司の年収いくらですか、その年収であなたは人生本当に20代の頃キラキラしてね、この将来こういうことやりたいっていう人生が達成できてるんですか、できないでしょ。世の中だって新橋とか見てるじゃない、そこら辺でね、会社の愚痴って飲んだくれてるサラリーマンばっかじゃないですか。あんなのになりたくなかったんです。僕もねリクルートに行って、新橋のね、あのなんとか横丁ってあったじゃないですか、あそこにね飲みに行ったことあります。でも本当に嫌いでした、正直本当に嫌だったです。ああいうのもう本当にすぐに抜け出したかったですね、正直な話ね、嫌でしたね。だって情けないじゃないですか。皆さんねよく他責にしますけれども、何言ってんねんと、こんな自由の民主主義国家で何言ってんねんと、普通に考えるとね、目の前にいる人もね、あなたの今働いてる会社も全てお前の選択やとね、あなたが今付き合ってる彼女もお前の選択、奥さんもお前の選択や、お前が選択していて、その選択に愚痴ってるとおかしくねえかとね、ラーメン屋行ってラーメン頼みますよね、ね、ラーメン頼んでんのにラーメン嫌いって言わねえだろ、普通にラーメン嫌いなんて言わないじゃんね、自分で頼んでんだもん、お前が選択して人生、お前の人生自分で文句言うなと、本当に心からそう思ってましたね。会社員の頃は資本主義だから、この世は、この世って資本主義ですから、資本主義っていうものは弱肉強食で強いものしか勝てないんですよ。悪いですけど、でもそこにスポーツと一緒で、そこに面白さがあるわけじゃないですかね。勝ち負けなんて関係ねえってやって、スポーツやってて何が楽しいんですか、何も楽しくないでしょ。勝ち負けがあるからゲームが楽しい、勝ち負けがあるからスポーツが楽しい、勝ち負けがあるから人生が楽しいわけじゃないですか。そこを捨てるというものはもう資本主義じゃなくて、山の中に一人引っ込んでなんかそこら辺で生きてろって感じですね。本当に本当に皆さん、日本という国は輸入に頼ってる国ですよ。全てほとんどが輸入してます。輸入してるのにもかかわらず、考えてください、考えてね、輸入してるのに日本円が1ドル140円になってるんですよ。1ドルのものを買うのに、昔だったら100円でよかったのに140円必要になってるんですよ。だからこんだけ電気料金も何から何まで全部上がってます。電気料だって1000円全員上がるって言ってますよね。じゃあ皆さんの年収上がりましたか。上がってないということは皆さん貧乏になってるんです。手取りね、ポケットに残るお金が残ってないんですよね。どん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 ちっちゃくなっちゃうんですよ、いろんなものが、物価が上がると。そうすると実質的に貧しくなる。世界的に見て働きすぎって聞きますが、そう感じますよ。なわけねえじゃないか、日本人が働きすぎ、バカ言っちゃいけないよ。こっちのパキスタン人のがね、フィリピン人収録勤務やで、収録勤務や、全然。それでじゃあ人件費いくらかかりますか、全くよ。月に5万円6万円どっちの方がいいですか、皆さん雇うなら。なんか日本人ってブランディングでもあるんですかね。なんか愛国心ってさ、たまたまその国に生まれただけで、その国がどこの国にも優れてるっていう思い込みだと思ってるんですよ。僕はちっちゃい頃からメキシコに留学して、ハワイに留学して、上海に留学してってやってましたから、いろんな地域を見てそれぞれいいところありますけれども、別に日本が優れてるっていうあんまり思ったことは正直ないんですよね。今の岸田さんね、増税増税、これ以上増税って言ったら自民党だったりとか政権ちゃんと維持できるかっていうと、維持できないですよね。もう国民が怒り出しますよね。でもこれ面白いことに、増税をしないでも増税をするルールがあるんですよ。もう仕組みがあるんですよ。これどういうことか、どうだと思います皆さん。増税しないで増税できる方法があるんですよ、国には。これ何かっていうと、お金をすることです。お金をするんです。例えばね、このエアポッドあるじゃん。このエアポッドが10万円だったとしましょう、ね、10万円です、ね、でじゃあこの10万円で、エアポッドだけれども、もしこれ以上ね消費税上げたらもう国民怒るだろうな、でもお金が必要なんだっていうと、国がお金をするんです。足りない分どん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 すればいいだけなんですよ。そうするとこのエアポッドって今いくらだっていうと15万円ぐらいになりました。これって実質増税されてますよね。昔もいっぱいありますよ、ガソリンのね料金だって。あなた今ガソリンってさ、半分が税金なの知ってます？半分ぐらい、約半分ぐらいがね。だから今わかんないけど、めっちゃわかりやすく200円のガソリンだったとしたら、100円はこれ税金なんですよ。じゃあ消費税って100円のガソリン代金だけに対してかかってくると思うじゃないですか、10円。でも100円のガソリンと100円のガソリン税、200円に対して消費税が乗ってるから、これダブル課税なんですよ。意味わからないでしょ。国税の人が言ったらね、ね、税金は正しく計算するべきです、めっちゃ言ってきてる、お前ら何都合のいいところでお前目つぶったふりしてんの、おかしいやんと。そう、フィリピンのね国益の半分近く、国の収入の半分近くどうなってるか。フィリピン人が外国に、出稼ぎ労働に行って仕送りで送ってくるお金、これが
国の国益の 50% 支えてるんですよ。こんぐらいのね、こんぐらいのグローバル化に対応していかないと、ね、日本も絶対に無理です。で、日本という国は、ね、よく僕がドバイに言うと、お前ドバイに行って非国民だなとか言われるんですよ。バカかてめえと。ね、普通に非国民とかはお前らだと。あなたのお父さんさ、こうやって外に働きに行くんですよね。家を、家族を幸せにしたいから。ね、外資を稼いで家族がね、幸せになるんじゃないですか。もしあなたがね、お母さんからお小遣いもらって、家幸せになってます?家の貯金額変わんないじゃないですか。ドバイだって一緒ですよね。日本で、日本国内で右から左に、こんなに意味ないです。日本国外にしっかりと出稼ぎに、お父さんみたいに出稼ぎに行って、国外からの収益をね、財政を入れて、だから日本が儲かるんじゃないですか。これですよ、一番重要なのは。どっちの方があなたは非国民だと思います?いいんです、そういう人は。言わせるときはいいんですけども、ただあなたたちの考え方おかしいと、声を大にして言いたいです。こんだけ日本で頑張ってる。例えば、孫さんもそうですよね。海外にいろんなところに投資をしてます。失敗することもあります。成功することもありますよ。ね、日本の企業でも、どんどんドバイに来てる方もいます。ね、ドバイの現地でしっかりと業務をやって、しっかりとドバイの現地で稼いでる人もいます。じゃあこの人たちが、この現地で稼いだお金はどこに送られてるか。日本じゃないですか。日本ですよ。だからこそ日本が送るね、お父さんが働き行くみたいに日本が潤うわけじゃないですか。海外に働いてる人は非国民という性質がありますけど、海外に働いてる人ほどこれは、すごくいいこと。あなたたち何やってんですか、本当にバカかと。だってさ、一日あなたたちが、ね、働く時間なんて何時間ですか。10時間でしょ。出勤時間だって入れたって8時間働いて1時間出勤でね、9時間ぐらいか。でも1日って24時間あるんですよ。他に15時間お前何してんねんと。15時間ある。寝る時間7時間だとしてもね、8時間あんた1年間続けたら、ね、2600時間ぐらいあるわけ。2600時間なんかできたらね、この2600時間を何か学び続けたら何か行動できるわけじゃないですか。ね、この2600時間でじゃあ何か行動しますと、行動しましたと考えてください。何回失敗できますか。ね、10回失敗ぐらいできますよね。10回ぐらい事業できますよね。10回失敗できますよ。10回失敗すれば1回ぐらい成功するんですよ、人間っていうもの。携帯電話会社でさ、ノキアって知ってます?ノキアって世界でトップのシェア取ってたんですよ、携帯電話。昔こうやって使ってたじゃないですか、皆さん。あれ大体ノキアだったんですよ。でもわずか4年で株価 90% 暴落しました。その時ノキアの当時の社長が言った一言って、何にも間違ったことしてなかったんだけど、何にもミスしてないんだけどな、なんでこんなに落ちたんだろう。これがいけないんです。人生とか事業というものはミスをしないというよりは現状維持というものがどんどん下りエスカレーターみたいに下がってるということなんですよ。だから僕らも月に1個新しいサービスをかけるしね、毎日改善を出してね、いろんな方法でいろんな試行錯誤してやるんですよ。でもそれが仕事の楽しさでもあるんですよ。だってね、皆さん働いてて楽しいですか。正直イエスですか。あなた働いててどうですか。面白いことに本当にね、今例えば皆さんに10億円があって、この10億円を11億にするなんてめっちゃ簡単なんです。クソみたいに簡単なんです。でも難しいのって最初の1円を作ることが一番難しいんですよ。でもこの1円を作るのがめっちゃ楽しいんですよ。もうめっちゃ楽しい。だからで、リムの頃インスタで始めましたけど、じゃあ Google マップ始めましょう、じゃあコンサルも始めましょう、じゃあオンラインスクールも始めてみましょうとかね、いろんなことを始めて、1人目、MUP でね、URU のオンラインスクール、1人目覚えてます、名前。誰か、小野さんです。福島に住んでる小野さんです。下の名前まではごめん、小野さん、覚えてないわ。ただ、僕は覚えてます、1人目。そうなんです。そこが楽しいんですよ、皆さん。僕がね、こうやって情報をなんかいろんな人に発信するのは、本当にね、女の子だってさ、デパートで化粧品買うよりね、そのデパートの株も買えるんだよと。化粧品の株だって買えるんだよ。僕もそうです。ルルレモンっていうブランドが好きなので、ルルレモンの株を買いました。ね。その株の、会社の株を買ったっていいんだよ。そういうことだって教えたいし、ね。会社員の方、僕も昔会社員の時ね、こんなサービスがあったら絶対いいのにって何回も頭によぎってね、朝まで眠れないぐらいベッドの上で想像した時ありました。ワクワクしました。でも自然と不思議なことに次の日満員電車に乗ってまた会社に行くんですよ。それが続いて気づきは1年経ってましたとね。それじゃあダメだと。もっとその会社でこき使われて働くというよりも面白い、そのアイデアを形にしたら面白い世界待ってんだよっていうものを本当に感じたいですね。これがですね、もう純粋に僕がYouTube だったり、 YouTube なんて儲かりませんからね。 YouTube なんて儲からない。それでもなんかこういう風な発信をするということで
何かしらね、皆さんが面白いと思ったらいいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。今僕の一社 MDS ビジネスサービスの、社長をやってるタムシール君という子がいます。パキスタンの子ですね。彼はもう2年ぐらい一緒に働いてるんですけども、彼はね、面白いことにいきなりインスタグラムで DM を送ってきたんですよ。 DM を送ってきて、あなたの元で働きたいと、今すぐ雇ってくれと。でも俺はさ、航空券とか出してさ、いや本当に来るのか分かんないじゃん。でパキスタンの人からしたら航空券なんて給料の何十ヶ月分なので、じゃあ自分で航空券出してきたらその時返すし、全部本当に雇ってあげるよ、絶対来ねえなと思ったんですよ。そしたらその子来たんですよ、本当にうちのオフィスに。でその時オフィスに来て、来ましたと、雇ってください、分かった雇うよって言って今雇ってるんですよ。で、その子がね、その時にね、1日目にこうやっていてオフィスで働いてもらって、で2日目にねこうやって来たんです。そしたら昨日持ってたスーツケースをまたオフィスに持ってきたんですよ。その子が出社する時、どうしたのって、なんでスーツケース持ってきてんの。この子、その子がねこう言ったんですよ。僕は今お金がないから1ヶ月給料もらうまでは野宿するしかないんだって言って、オフィスの前のビーチで寝て過ごしたんですよ、その日。もちろんね、うちに呼びました、その瞬間。もう1ヶ月、2週間ここに住めと。でいきなりね、お金あげても家探せないから、2週間以内にこれお金あげるから家探して、そこから生活一緒にやっていこう。そんぐらいの、そんぐらいの意気込みで来るんですよ、このパキスタンとかフィリピンとかの人ね。日本人どうですか、逆言うと。そんな意気込み、そんな気合いの入ったやつ俺見たことないですよ、逆に。でその子の給料だって今は正直言っちゃうけど50万ぐらい上げてます。50万上げてます。でパキスタンの人とかドバイで働くと5万円ぐらいです。僕はこういう子はもう何人とか関係なしに50万円ぐらい上げてます。全然いいです、全く関係ないです、そういうもの。この事業で一番大事なことって、いい商品とかいいサービスとかじゃないんですよ。一番重要なことってマネーゲームに勝てるかなんです。このマネーゲームなんですけども、例えば普通のカフェを皆さん日本で経営してるとすると、1億円で豆仕入れますよね。1億3000万円でこのコーヒーとして売ったら3000万円利益貯まりますよね。だいたいめちゃめちゃ簡単に考えて半分ぐらい税金で取られるわけですよ。残りはいくらですか、3000万円から半分取られて残り1500万円じゃないですか。だから1500万円税金払ったんですよ。これがあなたたちが普通にやってる経営の方法ですよね。ただじゃあスターバックスね、スターバックスよりも美味しいカフェも雰囲気がいいカフェも世の中いっぱいあるのに、なんでスタバがあんだけ儲かってるか。スタバがイギリスでね5000億円以上の売り上げ上げましたけども、実際に税率は 0.6% ですよね。ほんと数十億しか払ってないです税金。なんでかというとですよ、これスターバックスはですね、スイスで焙煎するというスターバックススイスを作ります。でそこで1億円で、ね、豆を仕入れるわけですね。でこのスイスで焙煎するという名目のもと、1億2000万円であなたのお店にね豆を下ろすわけです。じゃあここでスイスは1億円で仕入れて1億2000万円で売ったから2000万円ですね。でもスイスというものは州によっての実効税率ほぼ無税だから、この2000万円ほぼほぼ残りますよね。でここであなたは2000万円残したと。であなたの日本の会社1億2000万円で仕入れて1億3000万円で売れるんですよね、お客さんに。ということはさっきは3000万円貯まった利益は今1000万円になりましたね。1億2000万円スイスから仕入れて1億3000万円で売るから日本は1000万円の利益になりましたね。あれ、じゃあ1000万円にかかる税金はっていうと、ね、500万円ぐらいですね。さっき1500万払ってたんです。今500万円ぐらいですね。でもスタバはこれじゃ終わりません。オランダにライセンス料を払うんですよ。売上の 6% だから1億3000万円からの 6% だから大体700万円ぐらい出てくるんですよ。だから1000万円の利益じゃなくて700万円引かれるから利益が300万円になるんですよ。300万円の税金はいくらぐらいですかっていうと、ね、法人税だと 25% になるからね、実際に100万円もいかないじゃないですか。70万、80万円ぐらいじゃないですかね。さっきあなた普通の人たちは1500万円払ってたんですよ。でもスターバックスは今いくら払ってますか。80万円ぐらいですよね。もちろんね、厳正課税とかありますよ、このロイヤリティのね。だそういうの細かいものを残しても80万円ぐらいしか払ってないですよ。これがね、同じカフェをやってたとしても、どんないい商品とかいいサービスとかじゃないです。もうマネーゲームで買った。値上がりやばいですね。ディズニーだってもともと5000円ぐらいだったんですよ。それが今1万円を超えたということなので、もう夢の国じゃなくて、もうそれ、やばいですよねと。皆さんのだって賃金は30年変わってない。むしろ下がり続けてるのに、物価は上がっていくということは。だからね、みんなね、本当に考えないといけないのは、人生は下りエスカレーターと同じで、止まってるということは下がってるということなんですよ。昔で言えば人間の減価償却時代でね、昔で言えば年を取ればこうやって年功序列でこうやって上がっていくわけじゃないですか、ね、給料とかがね。ただ今の日本というものは年功序列はやめろって僕ら若者自身が言ってたわけじゃないですか。ということは年功序列減ってきてます。年を取っても今役職と言ってね、役職給と言って役職でね、あの給料が上がったりしますけども、ということはイコールしっかりとスキル給になってるわけですよ。
だから人間減価償却時代という通り、もう年を取れば取るだけどん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 価値が下がる時代に止まってるということは、何も価値が上がらない、イコール自分の給料も上がらないということなので、なおかつ物価も上がるから、給料が上がらない、物価は上がる、むしろ下がる、給料は物価が上がる、もう2倍速で貧しくなってるということですね。皆さんはもう物事の値上がりにはね、やっぱり因果関係みたいなものはあるわけですよ。例えば以前だとトウモロコシが1本13円ぐらいになってるのかな。トウモロコシもともと僕の時代は10円でしたから、うまい棒はね、それが 30% も上がるということは、じゃあこれ 30% 上がったな、すごいなで終わらすんじゃなくて、それがなぜ上がってるのかとかもしっかりと皆さん調べた方がいいですよ。例えばね、うまい棒で言えば、なぜかというと、石油の価格が上がります。石油の価格が上がるということは、近頃バイオエタノールとかね、そういう石油に代替するような、成分ができてるんですけども、それって今作るのが高いんですよ。でも石油の値段も上がってるから、石油と変わらないぐらいに近づいてるわけですよね。ということは、トウモロコシをそういう石油の代替、商品に変えるために、そっちに使われちゃってトウモロコシの価格が上がる、イコールうまい棒が上がるとかですね。そういうふうに一つの商品の値上がりでもですね、背景にはいろんなものがあるので、マーケティングは何から始めますか。心理学ですね。マーケティングはもう本当に心理学ですよ。もうこれ面白いぐらい心理学なんですけども、例えばさ、じゃあ皆さんが英会話のマーケターだったとしましょうと、英会話塾をマーケティングしてくださいとクライアント様に頼まれたとして、どうやってマーケティングしますか。英語を喋れるようになりたいとか、まずは自分の売ってる商品を見ないといけないんですよ。売りを考えないといけなくて、売りは何ですかって聞かれると、英会話でのね、で、あなたは英会話の経営者ですと考えた時に、あなたの商品は何ですかって言ったら、英会話とか答えるバカがいるわけですよ。英会話を売ってるんじゃないんだろうと。英会話をじゃあ売るんだったら、英会話ですって売ってみろと。誰も買わないぞと。ただ実際に2層目を考えるんですけれども、英会話をやってる人って英語が喋りたいわけじゃなくて、所得を上げたいから英語が喋りたいとか、例えば外国人の彼氏を作りたいから英語が喋りたいとか、必ずそこの裏側には本音があるわけなんですよ。その本音に対してのプロモーションを打つみたいな。だから広告は英会話月々800円とかじゃなくて、年収200万円アップ月々800円とかね、そういう風なプロモーションに変えていくっていうような、だから本当に心理学的なものがすごく重要だ。考えてください。防犯カメラを売ってる会社って何を売ってますかって、防犯カメラですじゃないじゃないですか。安心と安全を売ってるわけじゃないですか。そしたらプロモーションだって安心安全に対してのプロモーション、例えばおじいちゃんおばあちゃんのプロモーションでもいいし、動物に対しての安心カメラでもいいし、だって今だってね、ペットカメラって言って、あんなのただの防犯カメラと一緒ですけれども、ペットカメラっていうその使い方をセグメントしたプロモーションとかが流行ってるわけじゃないですか。だからどう売るかみたいなところもすごく重要なんですよ。これね、一個すごくうまい広告があってね、以前僕東京に帰った時にね、ホテルのテレビをたまたまつけて CM を見たんですけども、その時の CM にね、柔軟剤の CM が、あったんですよ。その柔軟剤の CM で、普通柔軟剤ってさ、赤ちゃんとかを起用して柔らかいよ、ふわふわになるよ、匂いがいいよとかあるじゃないですか。そうじゃなくて、そこの柔軟剤はどうやって売ってたかっていうと、安眠できるよ、快眠できるよ、眠りが深くなる柔軟剤って売り出してたんですよね。これうまいなと思って、もう柔軟剤っていうのもいろんな柔軟剤があって市場が網羅されてると、その中でもっとセグメントニッチなところに対してのプロモーションを打つことによって、快眠というね、ああいうような発想があるから、どこなのかな、あの会社は顔なのか P&G かわからないですけれども、はい、だから大手には大手になるだけの理由があるじゃないですか。特技を持つってすごい自信につながるからいいんじゃないですか。例えば僕だとさ、スペイン語と英語と、まあ日本語を話すわけですけれども、一番最初に覚えたのがスペイン語なんですよ。で、スペイン語話せたから英語がすごく簡単に聞こえたんだけれども、そこでね、やっぱそれの特技であると、あ、何か自分はこの人たちとは違うな、周りとは違うなっていつでも思って生きてこられたのが一つあれだったと思います。普通にガーシーさんのやってたことは、わかりません。人を批判はしてたでしょうね、当たり前にね。でもその批判が本当に有名人がレイプしたのかレイプしてないのか、それをまず明確にするべきで、それレイプしたのであれば、その有名人の方が犯罪者ではないのって僕は思いますし、そもそもでそれをやってるのってガーシーさんだけじゃなくて、文集だったりとか各メディアやってるじゃないですか。それを普段メディアとかがやってることを、なんで個人がやるとあんだけ叩かれるのっていう話だと思いますよね。
で、堀江さんもさ、なんか SNS でチラって言ってたの僕見たことあるんだけども、選挙に出ようとしたから捕まったって言ってたじゃないですか。で、ガーシーさんなんて選挙に受かっちゃったわけですよね。選挙に受かっちゃったからあんだけ警察が動いたのかなとも思うし、いろんなね、もう本当に皆さんの知らないところにいろんなことがあります。僕がね、ずっと狙ってるのは、みんなライブ配信者ってライブで終わってんねん。ライブで投げ銭もらって数百万円ね、それで満足して終わり。それじゃあダメなのよ。俺が狙ってんのはライブ配信者とかインフルエンサーってもう人を集めるという能力に長けてるわけじゃない。喋りとか PR とかので、普通事業で一番難しいのって、例えばお店を作ります、でもそのお店が潰れる理由って集客ができないから潰れんのよ。わかるでしょ。でもその人たちはもう集客ができてるのよ。ということは、その集客ができてんだから、そこに何か事業を持たせればこの事業は 100% 成功するわけなんだよね。それをずっと狙ってんだけど、ここまで頭が回らないんだよ。なんでかっていうと、ライブ配信者の方々ってどうやって事業を作ったりとか、どうやって自分の商品を作ったりとか、そういう知識とか資金がないから。だからここにうちがドッカン資金入れて、じゃあ例えばね、あなたのコーヒー豆一緒に作りましょうよと、このライブ配信者で10万人、20万人いるライブ配信者がいたとして、じゃあうちがコーヒー豆も焙煎も全部プロデュースします。場所もプロデュースしますよと。ね。そこであなたのコーヒーショップやって、そこのコーヒーショップをライブ会場としてやったらどうですかっていうような企画をやったら、そこでね、資金と、そのノウハウとか、決済管理とかね、そういうのも全部こっちでシステム開発もしてあげて、その子に提供してあげる。ここに一番価値があるんだよ。だから、まあ、ライブコマースというよりは、その子にカスタマイズした商品企画から全部やってあげるみたいなのを、このちょっと1年間で、ぐわーっとこの事業伸びたらめっちゃおもろいなと思ってますと。世の中マジで、ブラックです。黒中の黒ですよ。本当にね、いろんなことありますよ。僕もありました。いろんなところから、どこの党とも言いません。何も政治家とも言いません。ただね、竹花がね、以前ちょっと政治家とのなんか癒着で、みたいな問題になったの皆さんご存知でしょうけれども、ね、あの時もまあいいようにね使われたなというような気持ちはあります。これごめん、これは絶対に切り取るな。もうこれはダメだ、ダメ。政治家をね敵に回しちゃ絶対いけません。何をやるかですか、わからないですから。だって皆さんだってさ、身内に警察の長官がいたとしたらさ、ね、こいつにいじめられたからちょっと嫌がらせしてってね、おじいちゃんおばあちゃんなんかね、長官だったら頼んだらさ、なんかあるかもしれないじゃないね。怖いんですから、この世の中は。皆さん本当ですよ。商品を売る上でのコツは、税金を知れば売り上げが上がりますかね。税金を知れば、例えばさね、これ僕がやってるとかじゃないよ。ただ僕は実際にその場に見た人間として、あの暴露するけれども、銀座で有名なお寿司屋さんとかあるじゃないですかね。お寿司なんてさ、そこら辺で食べれば1万円ぐらいなの、なんで銀座で10万円とかするのかという話ですけれども、銀座に行くと領収書をね、なんか空白でくれたりとか、領収書をなんか多く書いてくれたりとかいうような銀座の寿司屋もあるんですよ。そういうやっちゃダメですよ、こんなの犯罪ですよ。でもこれが実態です。だから経営者の頭からするとさ、例えば1万円のお寿司を食べるよりも3万円ぐらいのお寿司を食べて領収書が5万円で出てきたとすると、実際に半分ぐらいはね、税金が引かれるわけだから2万5千円ぐらいだよね、みたいな感覚なんですよ。だからそういう風にやっちゃダメですよ、こんなの脱税ですよ。でもそれがやられてるということも実態ですよ。例えばキャバクラだってさ、 2年に1回ってキャバクラって大体店舗の名前変えて、経営実態分かんなくするみたいなね。だから地元のキャバクラも大体店舗の名前変わってるでしょ、2年に1回はね。そういう感じなんだけれども、それと全く一緒で、キャバクラも大体架空の空白領収書とかもらえるわけですよ。ただそういうキャバクラとかね、クラブとか、そういう架空領収書あげれば、自分でさ、例えば本当は2万円しか使ってないのに10万円使ったって書けばさ、逆に5万円分節税ができるから3万円儲かってるみたいな話になるわけじゃないですか。そういうものも現実にはあります、汚い業者で。でそういう業者は儲かってます、正直な話。だからそういう税金を一個知るというものも、僕は商売ではすごく大事なのかなと皆さんには思います。今の話は全部ブラックです。ただこれをホワイトに変えるっていう部分で言えば、例えばね、僕経営者バンクっていうのをやってるんですよ。経営者バンクってどういうものかっていうと、まあ経営者のコミュニティですよと。でプラスに、うちのやってる高級料亭だったりとか、ネイルとかエステだったりとか、すべて無料になるんですけども、これすごく、まあ税務メリットもある、話で、例えばですよ、
月々5万円ぐらいだったのかな、5万円ぐらいなんですけれども、実際にネイル代とか美容院代って経営者の方ね、人に多く会うけどもさ、そういうのって経費になるかっていうと経費にならないじゃないですか。でも経営者バンクって月々の会費として5万円取ってるから、その中にネイルも美容院も全て受け放題ですよっていうやり方だから、初回費として経費が落ちるわけですよね。だからそうすることでネイルのね、実質まあネイルは無料だからね、お金いただいてないから無料で受けてるということなので、そこに対しての税金が落ちたりとか、そういうふうな商品設計ができるようになる。本当もろくて、例えばさ、うちの Google マップの集客ってさ、 Google マップ集客って言ってもさ、みんな誰も響かないんだよね。だから Google の口コミ100個増やしますよっていうのよ。でうちのアポの取り方って、例えばこうやって電話するじゃん、ちょっと待って電話切らないでと、今ちょっと Google マップ開いて、もう1個今からコメント増えたでしょと、それ僕らがやったコメントなんですよ。このコメントもう99個欲しいですかって聞く。そうすると店舗からしたらさ、コメント口コミなんて喉から手が出るほど欲しいわけじゃないですか。そうすると欲しいです、会ってくださいって言ってくる。そうすると営業が行ってこうやってサインしてもらって、そのまま毎月毎月の契約にいただくというような事業だったりね、そういうことをやってますよ。ライブコマースです、今の時代は。中国とか行くと本当こういうオフィスに、これもコールセンターみたいにみんな出勤してきて、はい3、2、1始めますみたいなね、チャーよみたいなね、そんなのグワーってライブ始めるわけですよ。でそれで何をやってるかって、ライブからの収益じゃなくて物を売ってるの、ライブコマースなの、物を売ってるのライブで。で日本だとそれが流行るか流行らないかみたいな議論はあるんだけども、確実にドバイだと流行るわけです。ドバイってね、美人美女が多いんですよ。美女がめっちゃ多いんです。なぜかというとですね、お金持ちがめっちゃ来る国なので、もう美人美女がですね、もうそこら辺の会社員の100倍くらい稼いでる国なんです、正直な話。そういう方々を使ったらさ、例えばよ、ここにね、もうワンフロア、ちょっとワンフロアね、あと数ヶ月後に借りたとしてね、ここにそういうね、女性とか美男美女がこうやってグワーって朝から来るわけですよ。でもう朝の9時になったら3、2、1始めって言ったら、その子たちが一斉にライブを始めて、で今日の商品はこれを売りなさいみたいなこと言ったら、もう全面に対してそれを売るわけですよ。そういう事業をちょっと今後ドバイで、やっていこうかなと、もうめっちゃワクワクしてますね。僕の場合はね、例えば皆さん夜ベッドに行くじゃないですか。で夜ベッドに行って、ああ今日も疲れたって言って、あこれ終わってないっていう思うね、タスクがあったとしたら、その瞬間飛び上がって、でその瞬間そのタスクを終えてからもう一回ベッドに戻るっていう生活を20歳ぐらいからずっと10年間してるんですよ。でこれは皆さん普通だったら次の朝に持ち越すとかするわけじゃないですか。だからその継続できるかできないかだと思います、本当に。で僕が今までファンドやってるので、出資した人、例えば生体院の子で僕と出会ったことは5000万円でしたね、1店舗ぐらいしかありませんでしたと、今10億円ぐらいになってますね。銀座でジムやってたのも1店舗ぐらいの方でした。そこに1000万円投資しました。そしたらその方が20億円ぐらいの、決算を持ってきてます、もう3年目でね。20億ですよ。でこの人たちのやってることって、正直まあ別に誰でもできるんです。整体院も誰でもできるわけじゃないですか。でもこの人たちは誰にもできないぐらい本当に継続してきた人なんですよね。本当そこだけだと思いますよ。 YouTube で一回バズったけれども、もし日本の浮気の報道がアメリカでもセレブリティの浮気でね、そういった報道になるかみたいなことをアメリカのハリウッドとかアメリカの道歩いてるストリートでね、聞いた、インタビューした人がいたじゃん。でその人のさ、インタビュー結果ですよ。いやそんなのやったら毎日が浮気報道でテレビが埋め付けされるわね、ハッハッハッって言ってるぐらいさ、浮気なんて全員しますから。はい、これもう 100% 言います。僕の知り合い全員ね、綺麗なね、イメージを保ってる、清楚なね、イメージを保ってる男性のね、インフルエンサーもそうだし経営者もそうだし、言いますけど全員してます。これがもう事実ですと。いちいちそんなんで騒いでんじゃねえと、あんたらは本当に情けないっすわ。妬み嫉妬やめなさい、あんたら。ほんま、なんとかなるっしょと、もう何があってもなんとかなるっしょと。例えばね、メキシコにね、12歳の時に行ったらさ、言葉も喋れないんですよ皆さん。周りめっちゃ怖いですよ。しかもメキシコって治安が悪いから、俺クエルナバカっていうところにいたんだけども、こういう村みたいになってるんですよ、地区が。でこの地区のセキュリティゲートがあって、この柵で囲まれた地区から出ちゃいけないみたいなね、それ出る時には必ず車で出ないと襲われるみたいなね、そういうような状態なんだけれども、そんなところでさ、怖いでしょ。でもまあなんとかなるっしょとね、なんとかなるんです。人間というもん、人生というものはなんとかなるんですよ。
うん、一人でドバイに来ましたと、それが約2年半、まあ約3年ぐらい前ですけども、一人ドバイに来ましたと。まあ、なんとかなるっしょと。ね、それ気づけばね、こんな大きいオフィス借りて、何十人って従業員がいて、みたいな、まあ、なんとかなるんですよ。本当に。なんとかなります。100% 成功するんですよね。はい。申し訳ないですけど、成功するんですよ。なんでそんな、でも成功できるんですか、という話ですけれどもですね。基本的には僕のやってることは誰でもできます。本当に今のだってさ、ね、Google マップの口コミ増やしますよなんて誰でもできるじゃないですか。うちもね、まあ端末がですね、iPhone の端末がですね、うちは今300、400個ぐらいの端末があるわけですよ。で、まあ SNS のね、運用代行をやって、その一個一個のね、クライアントに対して1台1台 iPhone を用意しないといけないので、まあそこで300台、400台ぐらいがあるわけなんですけども、その300台、400台。で、これフェイクの口コミだとこれダメなんですよ。Google って口コミ Google マップに反映されないんですけども、1個の iPhone でしっかり1個、アカウント、Google アカウントを作って、その Google アカウントがしっかりと運用されてる。例えばメールで使われてるとか、例えば他のお店も口コミしてるとか、いろんなところのエリア情報があるとかね。そういうふうにアクティブすると、その Google 情報がしっかり登録されるんですよ。で、そのアカウントでコメントをすると、うちのクライアントにも、コメントが反映されるっていう流れになってるんだけども、こんな事業、ね、誰だって中学生だってできるんです。正直な話。誰でもできるんですよ。それで億万長者になれるんですよ。ね。でも、誰でもできるんだけど、やらないと。ね、誰でもできるんだけれども、俺は多分誰にもできないぐらいやり続けられる能力があると思うんですよね。ここが多分違いだと思いますよ。本当に。だから、努力論がなんかこの世の中ってすごいもてはやされるじゃないですか。ただ、正直、努力までなら誰だってすんねん。それを継続することがマジ難しいんだけども、ここだと思いますね。だから 100% 成功しますって言い切れると思います、僕は。なんかさ、メディアって本当にさ、おかしくないですか？例えばさ、前澤さんがプライベートジェットを持ってて、そのプライベートジェットを私的経費なのに、経費に含めてたみたいなところでさ、修正申告したじゃないですか。それがニュースになりました、ね。でも、修正申告ですよ。前澤さんって別に一般人じゃないですか。ね？別に公務員でもないわけじゃないですか。ただの一般人ですよね。その前澤さんが修正申告って他に漏れない、公開されないはずなんですよ。普通は。なんでそれが公開されるんですか？修正申告。どっかの企業の修正申告って公開されるべきですか？されないべきですよね。チラシ1枚作るのもさ、チラシを作ったことないやつのチラシを見ると一発でわかるんですよ。皆さんチラシ開いてください、今日ね。一番上に電話番号が書いてあって、リフォーム、何々、受付。点検を、リフォーム点検、受付無料相談とかね、書いたんだけども、もうそんなのダメじゃない。普通に、人の目線というものは、紙を見るときに Z で動くんですよ。左、右、下、右で動くんですよ。Z でね。で、Z の目線に合わせて、アイドマを当てはめるっていうことをしないといけない。アイドマっていうのは、アテンションして、あ、気づいて。で、インタレス、もう興味を持って。で、デザイアが生まれて、メモリーしてアクションすると。いうような流れなんだけども、一番上にアテンションの部分にアクションの部分があるわけじゃないですか。この一番上に電話番号を置いてるってことは、こんなチラシを作ってる限りは全く効果がありませんというのが基本的なんですよね。正直ね、国民性はマジで気持ち悪いですね。だって、意味わかんなくないですか？他人のことを気にしすぎな国民性どうにかなれませんかね、皆さん。例えば誰かが浮気したとかさ、どうでもよくね、多分うちの社員にね、アラビア人とか何でもいいけど、ね、そこら辺の社員に聞いたとしても、人が浮気したことって気になりますって言ったら、いや、自分の人生に関係ないよね、と。多分100人中100人答えると思いますよ。誰かが浮気したってなんか気になりますか？全く気にならないですね。みんなそんなもんだと思いますね。なんであんなにワイドショーが取り上げて、しかもその人の手紙を読んで、あの手紙どっから流出したのって。あなたの日記が国民全体にさ、公開されたら嫌じゃない？普通に。もう小学生のいじめじゃない？なのに、それを平気でやってるって、全然ガーシーさんより立ち悪いと思うけどね、俺は。全然そっちの方が捕まるべきだと思うけどね。100%。海外居住だったらオーストラリアじゃないですか。オーストラリアって時給普通に2000円で、普通の看護師だったりとか、普通に飲食で働いても5、60万とか、まあ多くても100万円ぐらいもらえるわけじゃないですか。確かに物価高いですけれども、その高い物価を、まあ自炊とかなんだのして、まあちゃちゃっと2、3年働いて、1000万、2000万円貯めて、
で、その1000万、2000万円で事業を作って、日本で。1000万、2000万あれば、だいたい5個ぐらいとか、10個ぐらいの事業は試せるから。100% 自分で。で、10個試せば、だいたい1個成功するので、その1000万、2000万は、だいたい1億とか2億に化けるんじゃないですか。じゃあ、10個ね、挑戦すれば、1個成功するかなっていうことに気づいた人って、人の10倍挑戦するわけですよ。そうすると、だいたいね、10個成功できる事業が作れるわけですので。結局ね、入ってもらっても意味ないんですよ。これ正直な話。というのも、無料体験と言って無料で、入ります。でも、結局こっちが狙ってるものって、こっちにメリットがないと絶対嫌ですと。で、そのメリットっていうのは、そこで学んでくれたとか得たスキルを、うちの代理店になって収益化するっていうところが一個狙いなんですよね。だから、しっかりと毎朝30分学べとスキルをつけろと、そのスキルをしっかりとアウトプットする、うちの、クラウドスタートアップという代理店になって、稼げというところですね。あとは採用業務です。採用業務だとあんた高いんだよ。うちの日本人全員 URU からの採用ですけども、一人普通会社が採用するって、その人の月給の3倍払わないといけないから、30万円の人雇うのって、人材派遣会社に90万円払わないといけないんだよ。紹介会社に。だからそれだけでもだいぶメリットありますね。うちの会社は。URU をやってるという。だから、本当に代理店にならない人、収益化できない人と。あとは、うちに採用したくない人はあんまり入らないでほしいですし、成功させる条件って何ですか？もう正直ね、ゲームみたいにチートなんてものはないです。泥臭いです。僕らの事業というものは。拡大の仕方も泥臭いです。で、ゲームみたいなチートはなく、もうほんと細かい成功体験と失敗体験だけなんですよね。だから、よくみんなさ、マーケターになりたいとか、デジタルマーケターかっこいいとかね、こんなかっこいいマーケティングなんでね、ほとんど効果ないと思ってください。もう基本的には、泥臭いマーケティングの全然効果あります。で、泥臭いマーケティングの失敗をしてきた人ほど、やっぱりね、僕の知ってる優秀なマーケターって本当に全員が全員オフラインマーケティングを経験してるんですよ。オフラインマーケティングのチラシとかさ、パンフレットとかね、そういうものなんだけども、例えば封筒一つ配りにしろさ、皆さんポスティングでね、ポスト行ったらさ、今日ね、あーまたチラシが入ってた、真下のゴミ箱に捨てるかって言って、家に持ってく率って 30% って呼ばれてるんですよ。だから、10人いたら7人はもうチラシ捨ててから家に入るわけですよね。じゃあそこで捨てないチラシって何かっていうと、中で鉛筆を入れたり、消しゴムを入れたりとかね、ちっちゃい頃こんなちっちゃいなんか動物の形した消しゴムあるじゃないですか。あれ1個入れるだけで違うんですよ。で、茶封筒に入れるとか、重要というハンコを押してからその茶封筒を入れるとかね、そういう風なことをやると家へ持ってく率っていうのがすごく上がるわけなんですよ。で、必ず見られると、そういうものってすごく失敗談から来るわけだし、やったことない人から学べないし、別にかっこいいものじゃないじゃないですか。こういう泥臭くかっこよくないマーケティングほど、手法ほど一番大事で、皆さんね、英会話で英語を学ぶっていうのは無理ですから、ぶっちゃけた話。僕も思いました。さっき言ったフィッポファミリークラブに僕はもう10年以上ずーっと入れさせられてました。で、フィッポファミリークラブのファミリーというそのクラブ、なんか塾みたいなんだけども、それファミリーって言うんですよ。例えば何々ファミリー、所沢ファミリーとか、なんか東村山ファミリーとか、よくわかんないんだけども、そういうふうにファミリーって言うんだけども、そのファミリーでずーっと英語を聞いてる人は全く喋れません。何年いても喋れません。ただもう僕みたいにメキシコ行けっつって放り出されて一人でメキシコに行くと、喋らないと生きていけないんですよ。喋らないと飯食えないんですよ。喋らないとどこにも行けないから喋るんですよ。そういう環境だからね、みんなほとんどの人って畳の上で水泳になろうとしてるんですよ、世の中のやつってね。こんな情報を得たよとか、こういうな教材買ったよとか、こういう動画見たよとかね、なんでお前何もできるようになんねえと、英語も一緒ですと。あんた英語喋るときに、日本語ね喋れるようになったときにね、日本語を普通に教科書で学んだかって、学んでないでしょうとね。普通に赤ちゃんからハイハイできてね、自然にこうやって言葉がママとかパパとか、お腹減ったとかまずいとか美味しいとかね、そういう普通の生活の言葉っていうものは普通に考えて、勝手にその環境にいないと絶対に無理なんですよ。だから水泳を畳の上で習うなと、水泳水の中に放り込まれて勝手に泳げるようになるからということですね。それは本当にね、皆さんもう人生で一番大事なのは飛び込む力です。どうにかなるさ、飛び込もうみたいなね、これがだから一番大事で、飛び込みはどうにかなる。俺もそうでした。食べ物は日本が世界一ですよねっていうものは日本人の思い込みなんじゃないですか。もちろん日本人からしたら日本食が美味しいと思うし、外国人からも評価もいいけども、別に
外国人、例えばドバイで日本食を出してるところってドラゴンロールとか言って天ぷらをね巻きにしたあれのロールがすごい人気なんだけども、それって日本であまり見ないじゃないですか。でも外国人の人からするとこの日本食めっちゃ美味しい、その日本食って別に日本食じゃないですよ実際は。だからそれはね結構思い込みっていうのがあると思いますよ。だから大体さ、例えばさ、俺の昔ね、いましたよ、知り合いでも。中国人はマナー悪いとか言うんですよ。でも僕実際上海に留学してたんで分かりますけども、確かに上海万博の時に留学してた時はね、2010年ぐらいだったかな。その時はマナー悪かったです。駅前にもホームレスめっちゃいました。でも、4年ぐらい前に一回上海にね、行った時全然違ってました。だからもう4年ぐらい前に言ってたあの友達は全く上海のこと分かってない、中国のこと分かってないんだろうなと思うし、ロシア人は冷酷だとか、ロシア人は冷たいとかね、ネットで騒いでますけど、お前ロシア人の友達何人いんねんと、いねえだろ一人もとね。俺プーケットにね、家族が住んでた時、プーケットってなぜかロシア人がすごい多いんだけども、大体ロシア人の友達でしたね。本当に優しいですよ普通に。だからそういう人を批判してる人ほどその人の理解をしてないんですよ。日本でもいるじゃないですか、在日韓国人出てけとかさ。いやいや何言ってんねんとね、在日韓国人出てけっつったって、お前ソフトバンク使ってんだろうと、お前のネットは誰のものだ、孫様のものだぞ、お前孫さんだって在日韓国人の方じゃないですか。でもその人のネット使いながら出てけと、お前だったらソフトバンク使うんじゃねえって話じゃないですか。そういうバカな人間差別をやるとかね、区別、人にね区別を置くみたいなのってね、大体知識がないね低能がやってることなんですよ本当に。そういう人間とはねやめた方がいい、付き合わない方がいいですよ。皆さんの資産いくらありますか？知りません。まあ、でも、いやらしい話、日本の31歳では一番あるという自負はしてます。はい。だってさ、決算書とか全部 Twitter とかね、SNS で公開してるじゃないですか、僕。だいたい年商30億でうち利益率が 70% ぐらいなので、20億ぐらいが貯まるんですけども、普通の会社って20億貯まっても10億円ぐらいだいたい税金で出てっちゃうじゃないですか。残りが10億円じゃないですか。だから、ただ僕らの場合って20億って言ったら20億純利益で貯まるんですよ、ドバイだから。だからそうなんですよね、儲からせていただいてます、ありがとうございますはい。店舗経営で大切にしてること何ですか？感動ですね。もうこれにつきます。もう期待値超えた部分だけですよ、店舗経営で価値のある部分なんてものは。例えばですよ皆さん、感動ってどうやって生まれるかって言ったら、 100% のサービス、 100% の期待値だとして 120% サービスを提供できた、この 20% が感動になるんですよね。ということは相手の期待値を超えないといけないわけですよ。で、相手の期待値を超えるには楽しかったとか美味しかったとかだけじゃまだやっぱ足りないんだよね。嬉しかったっていうことがないと、楽しいとか美味しいっていうのは本当明日に忘れるものなんだけども、嬉しいことってさ、皆さん小学校の頃の嬉しいこととか中学校とか彼氏にされた嬉しいこととかさ、今でも覚えてるじゃん。楽しいことより嬉しいことの方が覚えてるんだよ人間って。だからその楽しいっていうものじゃなくて、嬉しいを中心になんかいろんな施策を考えていくっていうことがすごい店舗経営では重要かなと。当たり前に経営の効率ってさ、株式会社ってあなたたち株主のものですから、僕 100% 自分が株主ですけども、株式会社って株主のものなので、経営の効率化というものはね、株主にどんだけ利益を配当するかが経営の効率化なわけじゃないですかね。じゃあよくさ、こうやってネクタイ締めてやろうがね、よく YouTube とかで効率化の経営とか経営の効率化とかよくわかんないこと言ってますけども、お前さ、ね、株主に利益を残すのって普通だったら税金を払ったお金が株主の配当になるわけなので、純利益からどんだけ純利益を残したが経営の効率化の指標になるわけじゃないですか。純利益残すってことは税率の低い国になった方が純利益残すから経営の効率化なんだよ、どう考えても。それを批判するのはあんた資本主義に反してますよと。はい。そんなんじゃダメですね。僕のやってる高級業態での店舗経営は特にそうですね。例えばもうコートを預かるところからもう味が決まってるって毎回言ってるんだけれども、美味しいからいいお店なのかなっていうとそうじゃないじゃないですか。皆さんどんなに美味しくても店員の態度が悪いとかさ、なんかお店のトイレが汚いとかさ、そうするとまずく感じちゃうじゃないですかね。どんなに美味しい料理を食べてても、例えばね、奥さんが目の前にいてさ、 LINE がピンってなってさ、その LINE が愛人だってさ、奥さんに見られたら、あ、やべえ、もうどんなに美味しい料理もすんごいなんかもう味がしないみたいな環境になっちゃうじゃないですか。だから結局はみんな美味しいからいいお店と思ってるかもしんないんだけども、逆でいいお店だから美味しくなるんですよ。ということはさっき言ったようにコートを預かる時から味が決まってるっていう、本当にその通りなんですよね。
だからそのコートを預かった時にさ、例えばね、アロマの匂いを出してくれるとか、クリーニング屋さんもそうですけども、クリーニング屋さんってさ、ただクリーニング出して戻ってくるだけじゃないですか。そうじゃなくて、アロマの匂い、これ匂い付けできるんですけど、なんか好きな色どれですかとか言って、で、戻ってきた時に、あ、めっちゃいい匂いしている。これって、期待値を超えた嬉しい部分で感動になりますよね。この感動が残る。だから記憶に残るからこそリピートが生まれるわけじゃないですか。店舗経営ではこれが一番重要だと思いますね。もう嬉しいをなしにお客様帰らしちゃいけないと。で、俺ね、お客様って言わない人めっちゃ嫌いなんですよ。客とか、お客とか。めっちゃ嫌いですね。お金を金とか言う人もめっちゃ嫌いですね。お金はお金、お客様はお客様。絶対これは社内で統一した方がいいですよ。社内で客、お客様のこと客とか呼んでるやついたらぶん殴った方がいいですね。絶対ダメですね。税金払ってねえじゃんじゃねえの、お前。税金払ってんね。バカかってめえ。税金払ってんね。日本の事業は全部日本で納税してるって何回も言ってんだろうと。なんでお前さ、日本にあるコンビニエンスストアが収益を上げて、なんでドバイの売り上げにできると思ってんのお前は。ね。日本にあるうちの店舗だったり、日本にあるうちの事業が、ね、日本で営業活動を持ってる事業が、日本で売り上げを上げて、なんでそれがドバイの収益になってると思ってんだよ。バカかお前。日本で何十人の雇用を生んで何十人の収益売ってんだって言ってんだよ。バカ。こいつブロックしたろうかな。ね、お葬式の時にね、霊柩車の後ろに引っ越し業者はついてこないんですよ。今あなたが買った時計だの、あなたがどんないい家に住もうが、あなたがどんないいね、あのブランドバッグを買おうが、死んだ時にその引っ越し業者はついてきてくれないわけじゃないですか。それなのに、一生懸命あなたたちは今の自分の時間を変えて、やっと手にしたお金をストレスの発散だとか言って、ブランドもんだの、時計だの、買うというものは、僕は絶対にしたくないですね。イコール人生を無駄にしてると一緒だと思いますよ。だからお金の稼ぎ方よりもお金の使い方っていうところを本当に大事にして生きていきたいなって。イコール自分の人生の使い方じゃないですか。このお金の使い方ってさ。本当だってね、朝ムチ打って満員電車に乗ってやっと稼いだ30万円の中10万円ぐらいをブランド物のバッグ買ってとか。お前どんだけ自分に拷問してんねんと思いますよ俺。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。僕さ、人を大切にするなって何回も言ってるじゃないですか。よくさ、経営者とかってポジショントークなんですよ。うちも100人ぐらい社員いるからね、こんなこと言うとって思うかもしれないけど、俺ははっきり言います。ポジショントークもありません。はっきり言いますけれども、人を大切にしろって言ってる経営者って全員アマチュアで全員クズで全員ポジショントークだと僕は思います。ただ一つだけ言えることは、例えばですよ、人を大切にしますって言って、そいつを育てず、そいつだけのね力に頼って、じゃあ営業成績がトップ営業マンになって、どん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 会社に営業成績が来ましたと、これはあなたのおかげだねって言って、じゃあそいつが独立しちゃったら会社に売り上げ上がんないじゃないですか。他の人どうなるんですか。全員クビになっちゃうじゃないですか。赤字になってね。そうなっちゃいますよね。人を大切にした結果、人に頼った結果、こういうことになっちゃうわけじゃないですか。そうじゃなくて、ね、人に頼らない仕組み、イコール人を大切にしない仕組みというものをどんだけ作ったかが、どんだけ安定した会社にできるかっていうことなんですよ。だから言っちゃえば、トップ営業マンがいる会社って絶対に良くない会社なんですよね。全員が平均的に取れてる、営業成績が取れてる、全員が平均的に平均的なことをできてる会社ってのが一番強いんですよ。だから例えばですよ、明日マクドナルドの店員が一人辞めました。マクドナルドの店員が一人辞めて、マクドナルドは潰れますか？そのお店潰れますか？潰れないですよね。あさって違う人が入ってきて同じようにマニュアルで働くわけだから潰れないですよね。これってだからこそ人が大切にできてると思いませんか？そういうことだと思いますよ。だから人を大切にしてる会社ほど人を大切にしてないですね。で、逆に僕みたいに人に頼らない仕組みを作ってる会社が一番人を大切にできてます。給与水準もいいし、働き方もいいし、環境もいいし、別に上司も部下もそういう関係もないし、すごくいいと思います、そっちの方が。これ公務員が多いんですよ。自衛隊とか消防士って一番投資詐欺に騙されるって言われてるんだけども、例えばさ、不動産とかね、不動産投資とかもさ、銀行からローンが下りやすいわけですよ、公務員だから。そういう人はね、本当に騙されるので、公務員の方も絶対にこれ見てる方はね、絶対に投資というものを考えずに、まずは自分でやるということをやってください。はい、楽な稼ぎ方なんて絶対ダメです。 MLM、やってる方、絶対に MLM はやめましょう。もう無理ですから、やめた方がいいですから、あんなのものは。竹花はいい人ではありません。これは本当に言ってます。例えばさ、またいい人って言われたいから言うんじゃないよ。ただ今僕パキスタンに学校兼孤児院を、運営しておりますと。
まあ、支援していますと。で、そこには900人の生徒と200人の孤児が3階4階に住んでるんだけれども、これを支援してると思ってないんですよ。支援じゃないんですよ、実は。これは、実はね、ビジネスでやってるんですよ。で、このパキスタンの学校に入ってる人たちは、必ず契約書を書いていただいてます。孤児院に入ってる人たちは。で、孤児院に入ってる契約書って何かっていうと、イスラム教みたいに、イスラム教ってその地域に自分の所得から何パーセントを納めないといけないみたいな税金があるんですよ。宗教税みたいなのね。それと一緒で、孤児院でいくらでも入れてあげるよとうちに、ただ一つ、あなたたちが、私たちの教育を使って、大人になった時に必ず自分の収入から 3% 俺に入れなさいっていう契約なんですよ。これが正直、合法かもわかりません。これが守られるかもわかりません。これが、法的何かを持つかもわかりません。宗教と一緒ですね。ただ彼らが本当に、それで、育ってくれたら万歳だし、その育った後にしっかり稼いだものを 3% 入れてくれたら万々歳だしっていうようなことをやってます。いい人ならこんなことやりませんよね。いい人なら見返り求めないでね、ドネーションでやってますけども、僕は悪い人なのでこういう慈善活動みたいなのをビジネスとしてやってます。でも一つだけ言えるのは、ビジネスだから慈善活動が続くんですよ。例えばその人たちがね、将来その200人のね、孤児たちが大人になって、その 3% がどん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 入ってくるとするじゃないですか。その 3% が入ってきたら、その 3% を使ってまた違う人たちがやってて、どん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 大きくできる。このビジネスでやるからこそ、こういった活動がずーっと続けられる。逆にビジネスじゃないところってどうなってますかと。一時的な感情でね、井戸作りました、学校作りました、学校運営されてますかと。ほとんどのね、ユニセフだったりとかそこら辺でやってるね、学校なんて潰れてますよね。大体井戸なんて枯れ果ててますよね。運営されてないですよね、と。そういうことだと思います。以前松浦さんがさ、フェラーリとかを買って、なんか高級車とか買ってさ、そのインスタが特定されて週刊文春か何かに叩かれてたじゃん。俺からしたら、なんでダメなのと。普通に自分で稼いで、自分で税金も払って、で、残ったお金で自分の好きなように買ってるわけでしょ？あんたらじゃあさ、月にね、30万給料もらいましたと、その30万円でね、ディズニーランド行きましたと。そしたらさ、おい、ディズニーランドなんで行ってんだよって週刊文春とかね、国民に叩かれたらどう思います？イライラしみません？今のお前も一緒やん。俺がこんだけ自分で、お前が寝てる間にね、俺は働いてんだよ。お前がね、そこら辺の彼女でイチャイチャしてる間に俺は働いてんだよね、これ稼いでんねんと。ね、それ二十歳からやってきてんねん。そのお金を俺がどう使おう。お前に決められる筋合いねえだろうと思いますよ。皆さん、気をつけてください。今すんごいね、未来が暗いよ。だから投資しなさい。で、投資するのは、ロボットツールに任せんのがいいですよ。こんなシステム100万円で買えますよ。そしたら何千万円戻ってきますよ。老後も明るいですよ。これ全部詐欺ですからね。絶対に信じないでください、そういうものを。 MLM、 そんなね、本当にね、日本の20代若者に本当に言いたい、簡単に稼げる方法はね、不労所得なんていうものもね、あんたらはやらないといけないのは、コツコツ意味のわからないぐらいの努力の量です。それだけです。周りが8時に起きてんだったら、お前は6時に起きて、スターバックスに朝行って2時間何かスキルをつけろ。これだけです。以上ですね。これ以外で所得上げる方法はありません。100% ありません。一時的に仮想通貨で上げたみたいな億万長者になったとしても、それは1年ぐらいで終わることです。2回3回続くものではありません。仮想通貨のね、トレードを教えるとか、株のトレードを教えるとか、FX のトレードを教える。お前はなんだ、ミスターマリックかな。明日上がるとか明日下がるとか、お前は分かるのか。分かるわけねえだろ。分かる人がいると思ってんのか、お前。その人がいるんだったらお前に教えるぐらいじゃなくて自分でやってるわね。明日株上がりますって言ってね、それがずっと分かるんだったら全員自分でやってるでしょ。アホかって。そんなものに信じるなね。そんなツールもね、そんないい話もね、そんな超能力者も世の中にいない。今だってカーナビとかにまでつけようとしてたんですから。それをトヨタさんが守ってくれてるんですよ。みんな知ってる？カーナビってね、テレビが映るから、あのカーナビにも NHK の受信料がとか言ってた時期があるんですよ。でもあれをなんか B キャスとかなんかよくわかんないチップがなんとかとかで、トヨタが自分で開発するから、NHK のあれじゃないよねって言って、払わなくていいってことになってるらしいですね。じゃないとおかしいことになっちゃいますよね。だからそんな意味のわかんないことが開発の邪魔してるんですよ。あんた日本で選挙出た人みんなどうなってる？堀江さんどうなった？ガーシーさんどうなった？俺だって一回ね、ある党とね、ちょっと一回癒着した時があったんですよ。大変でした、その時。本当に。だってさ、当時のさ、MUP ってさ、無料で5万人、で、有料で約3万人ぐらいいたんですよ。だから、
かぶって無料とね有料かぶってるかもしれないけども、5万人ぐらいはいたわけですよ。それでも5万人の結構 MUP に入ってる方って高所得者なんです。高所得者の方が学ぶ習性があるので、だいたいですね800万円以上というのがアンケートの結果で出たんですけど、平均値で800万円以上の方がいたんですよね。でその人たちのやっぱさ投票票が欲しいわけじゃないですか。票が欲しいから、まあ、ある党がねちょっと持ちかけてきたことがあるんです。で俺も一時期本当選挙出たろうかなってちょっと思ったらドッカーンでしたね。やめた方がいいですよ。これは本当に大きな問題ですよ。あなたたち全員聞いた方がいいですよ。日本は国外から例えば牛乳だったりとか、もう国外から何かをこうやって何トン仕入れるみたいなものの別に規約じゃないんだけれども合意をしてるんですよ。だから逆にそれが仕入れられなくなるから日本の農家さんが作った植物とか、あと酪農さんが作ってくれたミルクとか、そういうものをどんどん殺したりとか、あと処分したりとか廃棄したりとかしてるんですよね。これはすごく問題だと思いませんか？それによって酪農さんたちは本当に赤字を見てるわけですよ。で、酪農が育たないと、じゃあ何かあった時にずっと自給率が上がらないから自分の食い物自分で作れないわけですよ。それっておかしいですよねと。こういうことって本当いっぱいあるんですよ。だってさ、あなたたちさ、なんであんなさ、酪農のね、農家が火事になるんですか？なんであんな鶏小屋がさ、年間何回も火事になるんですか？あれ本当に火事なんですかね。俺別に陰謀論を言ってるわけじゃなくて、明らかに不自然じゃないですか、火事っていうものが。ね、なんで鳥小屋火事になんねんな。どういうことやねん。なんかうんこが発火剤になるかっていう話だよね。なるのか。なるのかもしんないな、そりゃ。アメリカでね、こんなことがありますよ。テレビジョンっていうのは、テルライビジョンです。嘘をつく装置だと。だから立花さん言ってること案外正しいんですよ。あの人本当頭すごいよね。だって NHK のさ生中継で NHK をぶっ壊すとか言ってるんでしょ。めっちゃおもろない？でも確かに NHK ってさ、なんであんな堂々と事業しないのかなって思わない？普通にいいコンテンツは確かに作ってんだから、子供が見たりとかさ、大河ドラマとかそういういいコンテンツ作ってんだからさ、ネットフリックスみたいに民間の企業みたいな普通にもらえばいいじゃん。そのコンテンツ料として視聴料として欲しい方から、なんてよくわかんない法律に基づいて義務ですよとかよくわかんないね。あ、お前知ったかぶりなのかってぐらいさ、クソみたいなコメントに溢れてんだよ。例えば昨日出したさ、旅費規定の話だってさ、いやいや旅費規定って旅費交通費にするには領収書必要でしょとかバカみたいな質問あんだけども、領収書を必要としないために旅費規定を業務効率のためで認めるっていうのがルールなんだから、領収書いらねえんだよ、そもそもで。旅費規定で2万円って旅費規定を定めたら、2万円は領収書なしで2万円をもらっていいんだよって。アホかてめえらはと。本当にね、ありがとう、お前バカかてめえはと。個人事業主でももちろん経費は落ちますけれども、経費の落とせる基準が全然違いますから、法人と個人事業主は。個人事業主っていうのは、これ何回も言うけども、直接性がないと経費は落ちねえよと。例えば個人事業主で飲み代ね、飲み会行きます、飲み代を経費で払いますとね。じゃあもし税務調査が入って、この飲み代って何の飲み代だったんですかって言って、売り上げにつながったっていう直接性がないと個人事業主の場合はその経費認められません。一方で法人の場合は関連性なので、じゃあ例えば従業員と飲みに行く、売上に繋がってないけど別にそれも関連してるよね。従業員の家族と飲みに行く、これも、関連してるよねと。じゃあお得意先になりそうな人と飲みに行く、こんなに言ったもん勝ちじゃないですか。これも経費に関連してるじゃないですか。だからこの直接性と関連性っていうものの経費の落ち方はめっちゃ違いますよ、個人事業主と法人は。儲かるビジネスとかなくて、俺の事業だって誰でもできるんだと。だから誰にもできないぐらい継続すればいいだけなんですよと。ね、継続すれば何やって儲かんねん。ね、継続すれば何やっても儲かんの、これ。っていうとね、数日は努力すんのよ、継続するってね。まあ簡単だ。そしたらじゃあ継続するから何やってもいいっつってね、数日は努力すんのよ。でも努力まではみんなするねと。ね、それを継続しないといけないと。で、ここで重要なのが、じゃあお前やるって言ったことを22日間やってみろと。1月1日にね、今年はこれを達成するって言ってたやつ、ね、目標が、どんだけのやつが今継続して達成したかっていうと、ほとんどいない。99.9% はね、もうすぐに3日坊主で終わるんですよ。これを継続するって、じゃあどうやって継続するのかって、その継続の仕方って22日っていうね、22日の法則っていう法則があるんだけども、人って22日を何か物事を続けると、それがライフスタイルになってくるんですよ。例えばね、あなたが通勤で自転車で行ってましたと。ただ、
自転車が壊れて歩きで行くと。ね、1日目の歩きめっちゃめんどくさい。2日目もめんどくさい。でも、22日後はもうめんどくさいと感じることなく、それがもうルーティンになってるからできるんだよね。そういうふうに22日とにかく何でもいいから続けてみろと。ね、22日やってから物言えと。ね、それまでは黙れと。それだけですよ。言ってることを基本的に聞かない方がいいです。税理士には、ただ申請をさせるというぐらいの使い方重要ですね。僕がね、親父から言われたことはね、お前別に頭良くなくてもいいけども、頭いい人周りに置けというふうなことをずっと言われてたんですよ。だから僕の周りには国際弁護士であったりとか、あとは税理士ですね。で、税理士っていうのも辻本郷という日本で一番大きい税理士会のところですね。そういうとこじゃないと国際税務について全く分かってないので、そういう人間をいつも周りに置いてるようにしてるからじゃないですか。で、あと、ドバイ側ではですね、日本だと税理士事務所って、資格を持った人間じゃないとできないですよ。でも、税理士の資格を取るのってめっちゃ長いんですよ。何年もかかるんですよ。じゃなくて、もう海外で、もう税理士のアカウンティングオフィスをもう買収しちゃおうということで、こういう風に会計事務所をやってます。個人事業主と法人どちらがいいですか？ 100% 法人の方がいいですよ。まあ、それは当たり前に経費が認められやすいから、例えば法人って800万円の接待交際費の枠が認められてるんですけども、800万円税金使えるし、なおかつ利益が800万円以下だと 25% の法人税なんですよ。だから、まあ、個人事業主で、例えば1000万円もらうと、個人所得税っていうものがかかってきますけれども、法人で1000万円の利益が上げたとしても、800万円までは 25%、超えた200万円だけ 35% みたいな話だから、まあ、法人の方がね、税メリットは高いんじゃないですか。だってさ、個人事業主であなた1000万円利益貯まったら300万円税金で取られて、まあ、700万円ぐらいしか貯金が残んないわけでしょ。でも法人だったら、例えばさ、自分に300万、奥さんも SNS 運用やってもらって、まあ300万円。で、自分のお母さんももう、経理とかやってもらって300万円。まあ300万円ずつやれば、だいたい300万円にかかる税金って、1人50万円ぐらいだから、3人合わせても150万円ぐらいになるじゃないですか。さっき個人事業主で1000万もらってたあなたは、700万ということは、300万円税金で取られたけども、法人にしてこうやって工夫することで、150万円になってるわけじゃないですか。絶対に法人の方がいいですよ。やっぱ今日の朝、娘と散歩しましたけども、この散歩にいくらの値段をつけますかって言ったら、多分一番高い値段を僕はつけると思うんですよ。そっちの方がお金よりも成功だと感じるし、というかな、もうそもそもで、例えば学生の頃って、早く社会に出たい、ね、早く自立したいって言ってましたけど、まあ社会に出た社会人って、学生の頃に戻りたいなっていうわけじゃないですか。で、会社員とかも経営者ばっかり儲かってずるいとか言うけれども、いや、経営者からすると、ゼロリスクで、お前ら休日もあって、給与もあって、借金もしなくてよくて、何のリスクもなくいいなと思ってるし。で、結婚してない人はね、早く結婚したいって言うけれども、結婚してる人は、未婚の頃のあの自由と刺激が欲しいとか言ってるわけじゃないですか。だから、何が成功かっていうのは、もう結局人生こんなもんなんだから、もう目の前のことが幸せに感じたやつがもう成功なんじゃないですか。僕はそう思いますけどね。カテゴリー決めることですね。競合と差をつけるのっていうのはカテゴリーを決めることで、例えば体験をカテゴリーにするか。ね、アイスクリーム、同じアイスクリームだったとしても、コールドストーンって歌ってくれるじゃん。あれって体験だよね。あれを強みにしてるから、同じアイスクリームでも売れてるわけじゃない。なのか、それとも価格なのか、それとも商品なのか。これによって全く戦略が変わってくるわけ。で、商品だとすると、この商品の競争の作り方っていうのは、起点と定説と逆説なんですよ。で、だから例えばダイソンって商品ですごくね、競合との差別化を図ってるけども、ダイソンってさ、普通掃除機ってゴミを吸ったら、絶対にゴミの中を見えないようにしてたじゃないですか。で、それが掃除機。起点が掃除機で、定説がゴミを見えなくする。でも、その逆説は逆にゴミを見えるようにするって言って、ダイソンの掃除機っていうのは中が見えるようになってるじゃないですか、ゴミがね。で、逆に扇風機もそうですよね。起点が扇風機だとすると、扇風機に絶対あるものっていう定説はプロペラだよね。でもダイソンはじゃあプロペラをなくそうっていう逆説を唱えて、プロペラがない扇風機が出てるわけじゃないですか。こういうふうに、ワコールのブラとかもそうですよね。ワコールのブラも今までブラというものは後ろで撮ってた。これが定説だけども、逆説を唱えると前で撮る。って言って、前で撮るブラが今流行ってるわけじゃないですか。こういうふうにね、起点、定説、逆説。これが一個、商品の差別化の方法ですよね。こういうふうにフレームワークをね、しっかりと学ぶってことはめっちゃ重要ですよ。日本は無能な人間をクビにできないことが、もう日本が変わらない一番の理由ですね。だって、優秀な人は、自分で稼いだ成果を無能な奴の雇用維持に分け与えないといけないと。配当を与えないといけないと。だから、優秀な人が頑張る理由がないんですよ、日本って。で、
そうすることで、無能は頑張らないでも、無能でいたままでも、余計、儲かるから、余計無能になってくんだけなんですよ。で、この社会は、無能が 99% の社会じゃないですか。で、この無能のために作られてる会社の中の業務っていっぱいあるんですよ。例えば、優秀なやつだったら別に自己管理できるってタスク表もいらねえし、スケジューリングもいらないし、すべても効率化勝手にしてくれるからいいんだけども、無能なやつというものは自分の管理ができないから、タスク表だの、日報だのって、それ会社で作んないといけないんですよ。だから、こういうバカみたいな仕組みに優秀な人間までも巻き込んでしまうっていうのが、これ無能なやつをクビにできないっていう労働制度、労働のルール。これをね、とにかく廃止をしない限りは、日本が変わることはありませんね。もう海外なんてさ、いやこいつ使えねえって言ったらもう明日から来なくていいよ。以上なんですよ。こんぐらいドライでマジでいいと思います。マジでムカついたことって、安倍元総理の奥様、安倍昭恵さんですか？これ政府からもう一般人、まあ、イコール私人と認定した、されたはずじゃないですか。なのに、政治団体、安倍さんの元々いた政治団体のこの2億4000万円政治活動費があるわけですよ。で、これって、なんかメディアが言うには、安倍さんがあの撃たれたあの涙の日ですよ。あの涙の日に、昭恵さんに名義変わってんじゃん。本当ですか昭恵さん。あの涙何だったんですか。本当にあのご主人が亡くなった日に、あなた受け継い、引き継いだんですかこの団体。私人だったらね、国税もそうでしょ？あんたらね、民間にはうるさく言ってるけども、国税だって政治団体が解散して、その残金を清算した時に個人に渡るときは、イコール私人、昭恵さんだよね。昭恵さんに渡るときは、普通に所得税 55% かかるわけでしょ？最高税率でね。なんで、それが引き継いだと。本当に、安倍さん喋れたの？あの時、あの状況で。もう、おかしいよ。こんなのをさ、民間にはちゃんと払えと。なのに、国のトップはどうですかと。国のトップ、ごめんね、亡くなってるからあんまりこういうこと言いたくないけれども、ね。でも、ルールはルールじゃん。あの日にほんと到底あのね、人が承諾したとは思えないよ、引き継ぐことに。本当ですかね？こんなのずるいよ。ちゃんと所得税払うべきですよ、あなたたち。インスタを、おすすめ欄を開いてみてくれと。ね、YouTube 開いてみてくれと。お前のその画面には何が映んねんと。どうせおっぱい垂らしたさ、若い女の子のダンス動画とかさ、よくわかんねえお笑い番組とかさ、Netflix のなんかとかさ、よくわかんねえものが載ってくるわけじゃないか。これはおすすめとしてお前が興味あるっておすすめしてくれてんだ、アルゴリズムはね。ということは普段からお前の時間は全てこういうバカみたいなくだらないことでずっと時間、本当に時間というものはお金で買えない。こんぐらい貴重なものをお前は定期でどん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 それに費やしてんねん。何から始めればいいですかじゃなくて、それがもし映ってんであれば、それをやめろと、まず。ね、人生の時間っていうのはポケットと一緒ね。すべて入り込まないね。何か入れるためには何かを出さないといけない。これトレードオフをしないといけないから、バカみたいな時間を使ってる限りお前は絶対に成功しませんと。だからその時間をまずはやめる。それをトレードして自分の挑戦に使うと。もうこれから始めろっていうのは当たり前の話ですけどね。インセンティブの付け方はね、これ間違えてますね。ほとんどの人がね。インセンティブって昔さ、イギリスからさ、まあ、オーストラリアとかに奴隷を送ってた時に、奴隷船でね、100人乗っけましたと。そしたらオーストラリアに来るまでにはもう奴隷船のね、中の環境がすごい悪いから、みんな餓死とかで死んじゃうわけですよ。10人ぐらいしかオーストラリアに着かないんですよ。なのに、100人送って10人しか着かないなら、これもうオーストラリアの開拓できねえじゃんと。ね。その時のイギリスの国王が怒って、ね。じゃあ、分かったと。一人着いたらいくらあげるからって言っても、これ何も改善されないんですよ。そうじゃなくて、じゃああなたにそもそもで100万円あげると。ね。でも一人死んだごとに1万円下げていくよと。言うと、一人も死なないんですよ。こういうふうに、何かをやったらいくらあげるよっていうのがインセンティブじゃなくて、いくらあなたにはあげてるよ。でもこれやんなかったら、ここぐらい減っていくよっていう、減らすことがインセンティブの正しい設計の方法なんですよ。だから、あなたの会社のインセンティブが今何をやったら増えていくっていうインセンティブだったらこれはダメですね。ただ、何をやらなかったら減っていくっていうインセンティブだったらこれ正しいということですね。こういうのも一個仕組みかなと思いますよ。あなたたちはマイナンバーについて、欠陥だらけってよく聞くと思うんですよ。SNS でもいろんなところでもね。ただ、欠陥だらけっていうのは機能の欠陥じゃないと思ってるの、僕が。コロナの接触のアプリのさ、ココアって皆さん覚えてます？あれのアプリも、どんだけの人が使ったかと。そもそもで4億円の予算があって、実際に中抜き中抜き中抜きで一番開発会社とかに回ったのって、たった2000万円なんですよ。
ね、中抜きしていくだけなんですよ、あれって。で、例えば、五輪のね、オリンピックのアプリも、あれ40億円ぐらい、かけて作ったらしいですけども、ね、あと、マイナンバーとかもね、今2000億円とかかけてますけども、でも結局、コロナのね、ココアと一緒のように、実際に、開発、まあ、実務に回るのって数千万円だけじゃないですか。その、欠陥というものは、アプリとか、機能の欠陥じゃなくて、俺はそもそものこの、国の制度、だから政府が民間に発注する時の発注の仕組み、ここの欠陥の方が俺はマジで危ないと思いますけどね。普通に中抜きなければ2000万円で作れるわけじゃん。40億も中抜きなければ多分2000万円3000万円で作れてるわけですよ。というかアプリ作んのなんて何十億普通かかんないから、そもそもで。うちだったら2000万円いらない、1000万円でやってあげるよ普通に。僕のコンサルというものは上げた売上に対して 10% とか 20% とかね、こうやって上がったら払ってくださいねっていう利益シェアのコンサルなんですよ。まあセールスシェアとかリベニューシェアとかのコンサルなんですけども、ここで結構ですね、8割の方上がります。もちろん上がらない方もいます。上がらない方は一切お金いただきませんというものをやってるんですけども、ここで上がらない人の経営者の特徴は人に頼りすぎてる。これ本当にね、人にずーっと悩んで、人にずーっと困らされて、それがある限りは絶対に経営は大きくなりませんね。会社は大きくなりませんわな。まずこの人にどんだけ時間を使わないのか、なんだねその30分ミーティングとかさ、よくわかんねえメンバーとのミーティング、それ必要ですかっていうと、ほとんど必要ないね。うち一切ミーティングしませんから、うちの会社は。だって必要ないと感じてるもん。で、じゃあなんでこれが必要なくてできるかっていうと、これもね、マネージメントにも仕組み化があるんですよ。これマネージメントの 1.0、2.0、3.0 っていうものがあるんだけども、人が働くときって、まあ、1.0 の人は、まあ、安定のために働いてる人たちなんですよ。で、2.0 の人はもうインセンティブ。インセンティブのお金のために働いてる人たちで、3.0 は何かっていうと、自分のやりたいっていうことのために働いてる人。だから、安定っていうとさ、例えば人がさ、子供ができた時とか安定を求めるじゃないですか。だから社会保障とか、そういうものに重視を置いて雇用すると。だから言ってしまえば、基本給は下げてるけども、福利厚生だったり、社保だったりはしっかりしてると。逆に、二つ目のインセンティブを稼ぎたいという人の採用においては、もう採用しないで、いや、業務委託の方がいいですよと。どん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 こうやってね、登ってってインセンティブ何百万稼ぐんだとね。だから 2.0 の人はもう人参をぶら下げるだけ、インセンティブでしっかりとマネージメントをする。以上なんですよ。もうだから、何件達成したらこんだけもらえるけど、みたいなインセンティブをしっかり組むと。で、3.0 の人、これはね、エンジニアとか、デザイナーとか、自分のやりたいことじゃないとやれない。この人に、いくらインセンティブを使ったって、これはもう無理なんですよ。だから、採用するときでも、採用、うちの場合はね、ゴアー採用します。もう、1.0 が1なのに2なのか3なのかでもう分けて、もうその人にこうやってマネジメントを置いて、この仕組みの通りね。で、もうそこで終わり。何もしない。ミーティングもしない。なんか困ったときはチャットで言ってこい。以上、電話もしてくるな。それだけなんですよ。なんでかっていうと、特に企業を経営する上ではですね、利益を出すっていうことが絶対に最優先ですと。もう通帳に乗らない、数字で乗らない努力というものは経営者にとってはもうそれ努力と呼んじゃいけないんですよ。そんぐらいしっかりとマネージメントに仕組みを入れるっていうことはめっちゃ大事だと。竹原子、お金ないっていうのは起業できない理由なんですかね。逆に起業するのに最高の理由じゃないですか。お金ないから最初は自分でやるんですよ。パンフレットもできない。パンフレットも自分で作るんですよ。名刺のデザインだって自分でやるんですよ。ホームページだって自分でやるんですよね。PL だって自分で作ってみるんですよ。SEO の SNS は自分で投稿して反応を測定して改善していくんですよ。他者に任せないんです、まずは。全部自分でやって自分ができるからこそ、自分ができるようになったらスキルが集まってお金が集まってくるわけじゃないですか。だから、お金がないっていうのは起業する最高の理由ですよ。だから、お金をかけずに起業する方法というものは全然いっぱいありますから。例えば、提携とかね。恋愛のマッチングサービスをやりたいんだって占い師と提携するとか、あとは 2B 向けのね、なんかセールスをしたいのであれば、じゃあ例えば街の税理士と提携するとか、そういうふうに自分のサービスを営業して広告をしてお客様を呼び込むっていうことをしなくていいから、その人たちがどこに集まってるのか、その集まってるところと提携をする。で、さっき言ったように提携をした時は8割渡して相手を儲けさせる。これだけですよ、ビジネスって。僕が一番自分の強みだと思ってるのは、成功させた人数が全然周りと多いことじゃないですか。全然違いますね。代理店さんになってね、10万、20万、稼いでる人もいれば、今100万円、200万稼いでる人もいればね、僕が稼げるっていうものは、稼がせてる人間が多いからなんですよ。例えば、うちの代理店になると、
だいたい8割ぐらいはその代理店に行っちゃうんですよ。2割ぐらいしか会社的には儲かってないんですよ。でも1対1では2割しか儲かんなくても、その人数が1000人2000人いれば莫大に儲かるんですよ。わかります？そういうふうに人を儲からせるかっていうのが、まずビジネスではめっちゃ大事ですね。だからどうしたら自分が儲かるかじゃなくて、どうしたらこいつを儲けさせてやれるかを軸に事業を設計していく。そうすることで、いや、あいつといたら儲かんだよな、みたいな思ってくれるやつがこんだけ集まってるんだと思いますよ。バカと。もうね、質問がクソ。もう MLM とか言ってる時点でバカ。本当にもう、確かにね、国がもう終わると、未来が暗いと、そういう時に、不労所得が自分の夢やなんだなんだとかね、そのバカみたいなモチベーション論でね、こうやって語るやつはいるんだよ。そこについてっちゃうんだよね。誰でも稼げると不労所得、誰でも稼げねえからね、不労所得なんてねえから、働きたくねえんだったらはっきり言うけども、働かなくていいぐらいのお金を貯めるために働けと、まずはね。クソみたいな MLM とかに騙されてね、本当にこういうね、不景気にというか、こういう時代だからこそ、本当にね、そういうのやめた方がいいですよ。だからもう簡単ですから、稼ぐことって。人ができないことやればいいだけなんですよ。人ができないこと。例えば、ね、お店があります。ホームページ作れません。自分がホームページ作ってやればいいわけじゃないですか。そこにお金払ってくれるんですよ。でも、あなたがホームページを作れるようにならないと、それはもらえないわけですよね。だから、いつもお金がないって言ってる人は、できることが少ない人なんですよ。できることが多い人は自然とお金だったり依頼が集まってくるんです。これ 100% そうなんですよ。だから、まずはね、できることを増やさないと何にも話になりません。もうネットフリックス見て、ね、帰ってきてビール飲んで野球飲んで、ね、尻かきながら屁こいて、こんな生活をあんたは続けてる限り、これができるのも今だけだ。日本という国は弱者を助けようとするから全部潰れるんですよ。もうね、タイタニックと一緒です。全員は助からないんです。絶対に全員は助からないから、ちゃんと優秀な人だけ、助かる人間だけボートに乗って新しい世界作ろうと。これでいいと思います。僕は。絶対にね、これをやらないとおかしいですよ。だってさ、生活保護だってさ、今2000年から20年強で、2倍になってんですよ、生活保護の金額が。あんたさ、生活保護って働けない人に出すもんじゃん。でも今 SNS とか見るとさ、いや働きたくないなら生活保護受けなとか、バカみたいなことばっか言ってるじゃん。ちゃうぜ。生活保護って働けない人、不自由があって何もできない人とかね、そういう人はもらっていいけども、働きたくないっていう人がもらうものじゃないね、そもそもの話。だからそういうバカみたいな奴らにいくら税金を納めたって、絶対に世の中は良くならないから。ならないから、じゃあ何をしないといけないかというと、もう切り捨てること。ここの決意をしっかりという。でもそれができない。なんでかっていうと、選挙の票が必要だから。やっぱりね、無能な奴が本当にね、8割9割の世界です。ね、無能な奴に僕らはちゃんとやってるよっていうものをアピールしないと、やっぱ選挙に勝てないから、そういう制度はできないですね。いろんな上司は僕にもいました、会社員時代。で、一番印象に残ってる上司、信長さんという方なんですけども、めっちゃ怖いですと。で、日本の上場企業を創設したメンバーの一人ですと。この人はね、もう、Excel を提出するときに A1 のセルにもうカーソル合わせて提出しろってぐらいめっちゃ厳しく、めっちゃ怒られてましたね。その方に言われたことを今でも大事にしてんのは、フィリピン人ってさ、マネージメントをしようとすると本当に大変なんですよ。今もフィリピンに自分の会社がありますけれども、そこの会社のメンバーもね、やっぱ遅刻するし、なんだ、めっちゃめんどくさいんですけども、ただ、その時にね、当時の僕はすごい悩んでたんです、マネージメントに。ね。ただ、この方が言ったのは、いや、もう従業員を理解しようとするなと。お前が理解しようとしないといけないのは、市場だと。市場の理解だけに時間を使えっていうふうに言われて、もう仕組みでも終わらせるっていうようなマネージメントに切り替えて、すごい冷酷なマネージメントでした。もう無理だったら、もう次で辞める。はい、次また採用。はい、辞める。で、ふるいに落とすような。で、残るような採用で、会社の雰囲気も良くなかったです。でも、確かに事業伸びました。こんぐらいね、冷酷にやんないと、経営というものは伸びない時っていうものあります。特に最初のメンバーとかね。一番ね、メンターを選ぶのに大事なことって、皆さん ESBI って知ってますよね。ESBI ってさ、誰が唱えて、ロバート清崎さんだっけ ?E っていうのはエンプロイだから、従業員。ね。S っていうのはセルフエンプロイだから、個人事業主とかね。あと B っていうのはビジネスオーナーだから、経営者とか。で、あと I っていうのがインベスターで、投資家っていうのがあるんだけども、あなた、たちのメンターで、例えばあなたが経営者になりたいのに、自分の会社の上司に話すって、別に経営者じゃないだよ。上司だって雇われじゃん。だから正しいこのカテゴリーに合ってる人、だ例えばタバコのさ、禁煙をしたいのに喫煙者から禁煙の習い方なんて学ぶわけないじゃん。
ね。それと同じで、起業もしたことないのに、ビジネスだったりとか、起業に大切なことっていうのは絶対に学べません。で、YouTube でね、よく、まあ、キャリアが違う人間たちがさ、よくビジネスはどうだとか言ってるんだけども、いえ、君会社持ってるんですかと。君そもそも個人事業主で会社の屋号ないですよねと。そういう人に経営って学べますかっていうような、そういうそこのカテゴリーに最低でも合ってないと、絶対にそこから同じことは学べないですよ。だって、喫煙してんのに禁煙の講座を教えるみたいなことが世の中でどんどん起こってるわけじゃないですか。それはね、やっぱりメンターというところにはいかないですね。で、僕、メンターというか、まあ、参考にするだけでいいと思います。なんか信じ込みすぎない。一つの参考にしてトライして、あ、この人の合わないなと思ったらまた違う人のトライしてっていうやり方が絶対にいいと思いますよ。どう見極めてるかっていうと、俺は事業で見極めてますね。事業実態で見極めてます。もううちの場合はもう決算書を見せてくれないと依頼を受けないっていうぐらい、例えば海外のね、会計の時とか、依頼受ける時とか、そんぐらい徹底してるんですけども、よくわかんないやつって、社会に出たらね、ブランドも着飾ってるやつがお金持ちなのか、フェラーリ乗ってるやつがお金持ちなのかとかね、いろんな人がね、混乱するんですよ。でも二つだけこれ覚えておいてください、皆さん。本当に成功してる人間というものは、事業実態が必ずあります。例えば竹花たがき、会社とか調べてください。もうすぐ会社が出てきます。どんな事業がやってるのか。例えばリーガルページにどういうところと取引してるのか、資本金がいくらぐらいあるのか、どこにあるのか、すべて出てきますよね。そういう風にネットでまずそいつの名前とそいつの会社をまず見てみてください。 100% 登記簿等になって出てきますから、普通にね。で、それがまず出てこないのは、それでなんかビジネスとかコンサルタントとかアドバイザーとか語ってるやつはもうこれは終わってますよね。でももっと重要なのはこれはね、クレカの色です。もうクレジットっていうのはもう英語で信用ですから、このクレジットカードというものは信用カードです。で、やっぱりね、クレカを持ってない人だったりとか、クレカの審査に落ちるような人だったりとか、クレカの色がね、何十歳になってもね、全然そこら辺のよくわかんない色だったりとか、もちろんね、しっかりとした会社を持ってて、それでも楽天カードを使うという方もいます。これはね、会社実態があるかわかってるわけじゃないですか。それはもう、どうぞどうぞの話なんだけども、ただ上場もしてない。じゃあ、そういう人の信用状をどうやって見るか、これはもう、やっぱり今まで滞納してこなかった色。になるわけですが、これはめっちゃ重要だと思いますよ。名刺代わりですね。投資先が集まるし、採用が集まるし、代理店様も集まるし、もうウィンウィンですから。こんな SNS を趣味でやるとか、そんなことはありません。僕はしっかりと優秀な人と出会いたいし、優秀な投資先と出会いたいし、そういうことで SNS をやってますね。例えばうちのオフィス一人採用するのって、例えば月給30万円のやつを採用するって、人材会社に100万円払わないといけないんですよ。その人の3ヶ月分の給料を90万円ぐらいだけどね。そんぐらい高いんです。ただ、こうやって SNS をやって、僕の考えだったり、マインドだったり、こういう人間募集してるということによって、そういう人が人材来るわけじゃないですか。それだけで莫大なリターンなんですよ、僕に対して。で、うちのオフィスは UR 優勢がもう100人です。はい。100% 元 UR 優勢からもう採用してますから、これだけでも全然ね、これ発信してもいいし、投資をしてる投資先も全員 UR 優勢だし、結局ね、採用してから、学ばしてくださいみたいなスタンスのやつが来ないんですよ。これが一番いいことですね。普通採用して採用初月って使い物になんないじゃないですか。2ヶ月ぐらい使い物になんないじゃないですか。マーケティングって何ですかとか、これどうやるんですか、パソコンってわかんないです。お前これパソコン教室じゃねえんだと。ね、マーケティング教室じゃねえんだと。お前わかんねえなら分かってから入ってこいって感じじゃないですか。言ってしまえばね。ただ、なんだかんだね、URU3 ヶ月ぐらい続けてる人ってそういう基礎が整ってるわけですよ。だから即戦力になるみたいなね。だから僕が配信を頑張ってる理由というか、配信をするメリットがあるから配信してるだけですね。キングコングの西野さんの彼の言葉を借りて言いますけれども、例えばね、あなたが1000円持ってるとしましょう。俺も1000円持ってるとしましょう。で、最初に 50% ずつかけましょうと。だからあなた500円かけて、俺も500円かけて、コインが表なら俺がもらえる。裏だったらあなたがこの500円もらえると。ね。じゃあこうやってコイン投げて、表が出ました。はい、あなたの500円もらった。俺は1500円。あなた今500円じゃないですか。ね。じゃあもう一回やりましょうと。ね、言って、じゃあまた 50% かけましょう。あなた500円だから250円。俺も250円かけて、こうやってコインを投げました。じゃあ、あなたが勝ちましたと。今度は表が出て、あなたが勝ちましたって言うと、あなたは俺の250円もらったから、750円あるんですよ。どっちも1回勝ったんだよ。ね、どっちも勝率同じ勝率じゃないですか。でも、最初に勝ったやつ、俺今1250円持ってる。あなた750円しか持ってない。これマジで本当に、一番早く勝ったやつが、世の中は勝ちなんです、これ。本当です、これは。僕が、それは自分の経験に身に染みて感じてます。じゃあ、いつやればいいですかっていうと、もう早くやったやつの勝ちなんだから、今日なんですよ。
今日が一番人生で若い日だから今日やりなさいと、その通りだと僕はもう本当に思いましたね。税金っていうのは無知の罰金なんですよ、本当に。なんか税金払いたいならどうぞ払ってくださいって言うんですけども、だから俺のね、みんなに誤解してほしくないのは、俺は税金を払う人をバカと言ってるわけではありません。全然素晴らしいと思います。ただ税金の制度をすべて理解して、それでも税金払ってる人のことを僕は素晴らしいと言ってるだけなんですよ。でも僕は税金も何もわかりません。無知がゆえに税金を払ってます。これ当たり前にバカじゃないですか。あんたらバカなんですよ、普通にね。当たり前にバカなんです。だからそのバカにバカって言ってるだけです。僕竹花子弱いものを切り捨てます。竹花が総理大臣になったとしたら何をしゃべれますか。これはっきり言いますけど、僕がねもし総理大臣になったらですね、もう弱いものを切り捨てます。弱者をもう徹底的に切りつけます。この2400人の中の8割切り捨てられるでしょ。もうあなたたちの生活の面倒は見ません。でも逆に2割だけにすごく優遇をしてきます。この2割の優秀な人間たちにいろんな投資をしてきます。その投資をすることでどん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 大きくなります。その大きくなったらね、最終的に雇用が生まれて、とにかくお金持ちに優しい国にしますね。ありません、お金持ちの人と話せる機会はありません。お金持ちはね、貧乏な方と繋がりたくないんです。だって日本でお金を持ってると貧乏な方はすごくひがむじゃないですか、妬むじゃないですか。貧乏な人がお金持ち嫌いなのに、お金持ちは貧乏な方好きではありません、正直な話。だって普通の人からすると、いやお前ネットフリックス見るのやめて働けばお金なんて年収2000万3000万なんて当たり前にあるでしょっていう感覚がお金持ちの感覚だと思います。なのに、いやお前ネットフリックスで休日は何なんか飲み歩いて、休暇があったら日頃のストレスが抱えてるから、それのね今日自分へのご褒美だとか言いながら、自分によくわかんないブランド物とか旅行費とかそんなもん使って、でそれを事業に使えば普通に事業ができるのに、それをやらないっていう、自己管理ができない、だらしない人でしょって思ってると思います。はい、僕じゃないですよ、僕は思ってないですよ。じゃああなたにいいことを教えてあげましょうか。家賃前払い制度を使ってください。例えば、だいたい1000万円利益が上がるんだったら、法人でね、400万円ぐらいが多分あなたの納税額になると思うんですよ。だいたいね、400万円払って、残りが600万円ぐらいしかないと。でも、この家賃前払いで、もしあなたがさ、50万円ぐらい家賃払ってんだと思うけども、オフィスの家賃50万円かかると。じゃあ50万円を、来期の分の1年分を前払いしちゃいましょうと。そうすると600万円、ドッカン、経費で、今期の決算で、来期の費用なのに今期に落とせるんですよ、この前払いだと。そうすると600万円ドッカン落ちました。残りは400万円の利益です。この400万円の場合は800万円以下だからね、法人税 25% になりますから、100万円程度、まあ住民税とか入れてもね、200万円がね、180万円ぐらいじゃないですか。今これを見なかった人は、1000万円利益が溜まって400万払ってたんですよ。あなた今の俺の言った通りのことをやれば250万円ぐらいあなた得したわけじゃないですか。なぜ作ったかっていうと、この代理店の仕組みというものを、ガリューというスクールをやってますと、そこでいろんなものを学びますと、学んで終わりのやつ多いんですよ。こいつらが、なんで6割ぐらいしか所得が上がったって答えてくれないんですよ。4割のやつ、お前何やってんねんとか話じゃないですか。ね。4割のやつは、上げられないんですよ。学ぶはいいけども、それで満足して一歩目が踏み出せない。でも確かにそうなんです、皆さん。事業を作るときって、例えばコールセンター誰やるの、事業のホームページ誰やるの、事業のね、契約書とか、事業の、例えば営業だって、資料だって誰作るの、名刺だって誰作るの。これがいろんなことがあるんです。むしろそもそも決済会社通せないと。だからこの辺に足踏みしてなかなか事業できないやつが多いから、だから自分で作りますと。俺らが事業を作って、あなたはもう代理店だけやってくださいと。売ればいいんです。売れば俺らよりも、俺が入ってくるよりもあげますと。もうこれだけです。で、そこにはですね、例えばアプリ制作とかホームページ制作とか動画制作とか、まあニーズの高いものですよね。そういうものが売れるようになってる。これだけです、ほんと代理店。で、代理店って普通加盟金が何十万とか何百万とかあるじゃないですか。こんなの一切いりませんから。とにかく、やってくれという、気持ちで作っただけです。クラウドスタートアップって調べてみて、違法なことよりも、たちの悪い合法というものがあるんですよ。だから、例えばソフトバンクの孫さんだってパナマに会社作ってね、法人税もほぼ払ってないし、楽天の三木谷さんだってパナマに作ってね、でもあれで捕まりましたかっていうと、全員捕まってないんです。伊藤忠とかもね、伊藤忠がなんでパナマに会社を持つ必要があるんですか。これも合法なんです、皆さん。みんな全員が口を揃えて、パナマ文書がね、公開された時に、前者の候補が、節税のためとか、税金目的のために作ったんじゃありません。なわけあるかよ、お前。パナマとかいうあのバカみたいに何もない国にね、会社を作って節税目的じゃないわけねえだろ、普通に。どんなバカでもわかることを当たり前なんで、でもこれは合法なんですよ。違法なことよりたちの悪い合法というものは世の中に本当にいっぱいあります。でも、ここで重要なのは、ルールをね、ずっと文句垂れてるだけでね、世の中変わると思ってるんだったらそうじゃなく、自分で買いに行くか、または自分でそのルールを使いに行くか、どっちかなんですよ。これみんなマジで聞いてほしいんだけども、まずね、
年商1億円まではとにかく黙って何か売れ。もう新しいものとか自社で商品を開発するとか自分で新規事業を作るとか考えなくていい。年商1億円までは他人の商品をまず売れ。うちの代理店になってくれ。本当に。そしたらマジで何百万何千万余裕で来るから。で、年商10億円までは自分の会社で新商品を作ればいい。で、年商10億から50億の時はもう組織だね。組織とか人材をしっかりと入れてマネジメントして仕組みを作って、あとやらせると。で、年商50億から100億になるのは多分もう現場から離れることなんだと思います。僕はまだね、40億ぐらいなんですので、組織をしっかり作って自分でまだ現場にいますけれども、やっぱりこのままでは100億いかないなと、年商でね、思ってますので、来期ぐらいはしっかりとね、まあ来期と言わず今期だね、今期は僕が離れるっていうことを徹底してやっていきたいなと思います。ドバイという国はね、貧富の差がすごく大きくあります。お金持ちが集まる国、ハワイとかと一緒ですね。観光客が集まって、でも現地の人はね、あんまり所得がないみたいなね。ドバイもですね、ドバイって移民が9割ぐらいですけども、めっちゃ安いんですよ。5、6万円で雇いちゃうんです、月々。しかも収録勤務なんですよ。めっちゃ安く雇えるんです、人が。で、飲食店とかやると、人件費がかかんないから、IT 企業並みに飲食店が利益率あるんですよ。ここで重要なのがね、俺目つけたのが、まあ、自分で飲食やるっていうのもいいんですけれども、ただ、ゴールドラッシュの時代ってさ、金を掘りに行く人間たちよりも、その掘りに行く人間たちにシャベルを渡したやつが一番儲かるっていう話があるじゃないですか。あれと同じで、ドバイでは飲食も儲かりますと。ね、不動産も儲かりますと。でも、ここで自分が飲食をやるんじゃなくて、飲食をやってる人にシャベルを与えようということで、Google マップと Instagram の事業をやってますけど、めっちゃバリクソ儲かりますね。なんでかって、利益率が高いから IT 並みに、その分構成員にかけられる、あれが全然ホットペッパーの10万円とか話じゃなくて、100万でも200万円でも全然構成員かけてくれるんで、全然違いますよ。海外の方が全然ありっす。砂漠で水を売れば1億円になるかもしれないけども、自動販売機で売ってるから街の水っていうのは100円で売れちゃうわけじゃないですか。だからどんだけスキルをつけるっていうことも大事だけども、それ以上に大事なのは、あなたのスキルをどこの地に置くかっていうこともすごい重要なんですよ。だから美容師さんなのであれば、日本でコンビニよりも多いと言われてる美容師の中に戦っても、たかが知れてるじゃないですか。であれば、海外で美容師をやった方が日本の技術のこの価値というものは上がるわけですよ。だから、もう一度言いますけれども、その自分で、持ってるスキルがどこで一番活かされるのか、それが都会なのか田舎なのか、それとも若いコミュニティなのか、年寄りのコミュニティなのか、それとも日本なのか海外なのか、いろんな軸で考えてここに置くべきだって言ったら、同じことをやってもバンバン儲けてる人というものは全然います。北海道のニセコとかもやばいじゃないですか。同じ日本食でだいたい5万円とかは取れるんですよ。そんぐらい違います。プレゼンってさ、皆さん30分聞きます？他人のプレゼンとか、そこら辺のよくわかんない学校の頃もね、なんかよくわかんない人のプレゼントが1時間聞かされましたけど、プレゼント30分も聞けないんですよ。でもあなたのネットフリックスとかさ、そういうそこら辺のドラマとかさ、それは24時間でも1日でも見れるわけじゃないですか。それはなんでかっていうと、ストーリーがあるからなんですよ。ストーリーがないものは人は基本的に見てくれません、聞いてくれません。ということは、営業のコツというものは、資料を作るときすらも、プレゼンを作るときすらも、事業の説明をしようとするんではなくて、紙芝居を作るっていうイメージで説明をしていく。これが一個営業のコツだと思います。お金の取り方で大体事業だったりとか人の質って変わります。竹原さんをお持ち若手弁護士であれば、どのようなウェブマーケティングをしますか？普通に成果報酬でやりますね。やっぱり、やっぱ成果報酬がいいんですよ。もうね、お金の取り方で大体事業だったりとか人の質って変わります。で、いいサービスというものはサブスクで売られるし、いいサービスというものは成果報酬で売られるわけです。なんでかって、自信があるから成果報酬なんでしょね。だからそこの成果報酬をがっつりと打ち出したマーケティングの方がいいんじゃないですか。バカみたいなやつって本当に喋り方が本当に下手なんですよ。例えばさ、今の家族構成を答えてほしいんだけども、旦那は会社員で、妻は専業主婦で一軒家を購入しました。息子が一人で娘が一人いますね。白い犬を飼ってます。子供は保育園に通ってますね。こうやって機能の説明をしていくよりも、うちの家族構成はクレヨンしんちゃんの家族と一緒ですって言ったら、もう一言で終わりじゃん。さっきみたいにずらーっと長いような文っていらないじゃん。だからどんだけストーリーを作るかと同時に、どんだけその例えを作っていくかっていうのがめっちゃ重要になってくると思います。例えを作ることが営業資料のまずは作り方じゃないですか。例えの引き出しをどんだけ持つかだと思います。マクドナルドに行きますよね。マクドナルドに行って、カウンターの女の子が、日本で一番ハンバーガーを売るマクドナルドの店員だ、この人の時給っていくらですか？1000円ですよね。どんなに売らなくても、どんなに売っても、マクドナルドは1000円なんですよね。なんでかって、もうカウンターに来る、その来る人たちはそのまんま
ハンバーガーをレジ打って渡せば売れるわけだから。誰がやろうが一緒なんですよ。こうやって価値のないことをやってるという限りは、あなたにはやっぱり価値はつかないから、賃金は上がりませんと。美容師も一緒なんです。美容師も結局価値のないことをやりすぎなんですよ。例えば美容師ってさ、何に価値があるかって提案に価値がつくんですよ。例えばさ、マクドナルドも、いやいやこれじゃなくてこれを頼んだ方がいいですよって提案するんであれば、その人に価値がついてその人の給料上がるでしょ。でもそれがいらない仕組みがあるからマクドナルドは価値が上がらないんだけども、美容師だってね、ただこうやって来ましたね、座らせました、そのままカタログ見てこれにしてください、切りました、以上。これって1000円カットでもできるよね。なのにずーっとカットの練習してるんですよ。ちゃいますせと。お前の業務に提案がない限りは、お前の価値は上がらねえんだと。だから美容師で一番重要なのは、自分から提案しろよと。提案して、他とはない何かを生み出せよと。そのがないと。あんたらの美容師生活というのは、月給10万円台で終わりなんだよと。本当に思いますね。満腹の学生の、講義がありました。大学でね、もうランチ後で全員ランチを食べた後の講義ですと。そこで教授が言ったんですよ。今カレーを作るんだけども、誰かカレー食べたいかと言うと誰も手挙げないんですよ。だってみんな満腹だから。でもそこで、いやこのカレーは野球少年が毎日毎日食べて、でいろんな人に楽譜に触れながらも、今アメリカでね、プロになってメジャーリーグで頑張ってるこのお母さんのカレーなんだと。まあ、その野球少年の名はイチローという野球少年の名。このカレー食べたいかっていうと、さっきまで誰も手を挙げなかったのに全員が手を挙げるんですよ。こういうような実験があるわけなんですけども、こういうふうにですね、ストーリーを語らないと物は売れません。営業はできません。日本の企業の悪いところ、僕の会社は基本的に無駄なことをどんどんやめていこうっていう削減タイプなんですよ。でも日本の公務員とかって減らないんですよ。都度こうやって増えていくだけなんですよ。だからまず一番重要なのは減らすという目的でやっていくこと。今の事業というものは、増やして機能を増やして何かタスクを増やして伸びる事業というものはないと考えてください。例えばリモコンだって一つにしろ、あんだけいろんなボタンがあるリモコンって皆さん全部リモコン使います？使わないでしょ。じゃあここで成功してるリモコン見てみましょうと。Apple TV だったりとか、Samsung TV だったりとかね。そこら辺のリモコン、ボタン何個ありますかって言ったら、5、6個くらいしかないでしょ、ボタン。そんぐらい削減するんですよ。日本のボタン見たら、20個、30個、40個くらいあるけど、それを5ぐらいにするんですよ。どんだけ削減していくか、ここがめっちゃ重要だと思います。うちのホームページ見てみてください。僕の会社のね、すべてのページのホームページが250文字以下になってます。これね、ツイッターが140文字になってる理由って、人の集中力って8秒から14秒しか続かないと、コマーシャルと一緒ですね。昔はコマーシャル30秒だったけど、今そのぐらいの集中力がないから、今のコマーシャルというものは15秒になってますよね。15秒のコマーシャルになってるっていうことは、人の集中力が15秒になってるんですよ。ということは、15秒で読まれるホームページ、15秒で読まれる文章、それにしないといけないんです。インスタのストーリーで発信するとき、ツイッターで発信するとき、インスタの投稿で発信するとき、15秒で読める文章ですかと。そんぐらい文章を簡易化しないと絶対にダメですね。だからどんだけ長い文章を書くって、長いことを書くの簡単なんです。誰だってできるんです、時間があればね。でもどんだけ短くそれをしていくか、どんだけ短いホームページを作っていくか、どんだけシンプルなサービス設計にしていくか、これが一番大事だと思う。従業員のやる気とかモチベーションとか気にしなくていいんです。だってプロなんだから。そこに気にして会社が育つかって言ったらね、一番ね、俺経営者見てて一番痛いなと思うのが、従業員の気持ちに左右されすぎてる、モチベーションに左右されすぎてる。だからいろんな経営者ってさ、じゃあ従業員とご飯食べに行って、お前を期待してるよ、お前がもう頼りだよってね、こうやってモチベーション上げて乾杯とかやるわけじゃん。でもその従業員がじゃあ次の日に旦那と喧嘩しました、じゃあ次の日に恋人と喧嘩しました、こんだけ上がったモチベーションもこんだけ下がっちゃうわけじゃん。そんなモチベーションのね、下がりに左右されて経営やってるほどは不安定な経営なんてないじゃないですか。だから一番大事なのは、もうあなたの給料はこれがミッションですと。これをやらないならこんだけ下げますと。できるんならこんだけ上げますと。これを基本的にしっかりと決めていく、モチベーションとかじゃなくてもう数字で語るみたいなところが一番大事だと思いますよ。僕らの会社ではピグマリオン効果って、まあ、心理学があるんですけど、その期待をかけた方が人って育つんですよ。で、ゴールを設定して、そのゴールまでの道のりに褒めるポイントみたいなの置いといて、で、めちゃめちゃ褒めるみたいな、そういうことをやれば人は育つんじゃないですか。うちはですね、マネージャーを結構サボり癖があるマネージャーをね、昔から置くようにしてるんですよ。言ったことに対して、はい、わかりましたって、そのままやっちゃう人って基本的にはさ、あまりいいマネージャーにならないんですよね。
だからサボり癖があるやつって言ったことをどうなんかチートしてショートカットしてサボってやろうかなみたいな改善が入るんですよ。だからめちゃめちゃなんかいろんな、じゃあここのボタンをなくせばいいんじゃないか、この作業めんどくさいんですけどとか、これこういうことにできませんかみたいな、そうやってどんどん自分がサボるために提案くれるんで、めちゃめちゃ楽ですよ。会社に入るべき、それとも起業するべきの、会社に入るべきだと思います。まだ社会人のしの字も知らないようなやつがいきなり社会に出て起業して売り上げを立てられるほど社会は甘くないんですよ。だから会社に入るべきか、起業するべきか、一度会社に入ってどうやってこの会社は維持ができてるのかとか、いろんな仕組みとか学べるんですよね。例えばさ、僕大手に勤めてた時、リクルートにいた時にね、学んだことがあって、皆さんがもし、大手の社員に何かを売りたい時ってどうやって売りますかって、この商品はめちゃめちゃいいですよ、この価格がめちゃめちゃいいですよ、御社のねこれの課題が解決しますよみたいな提案型営業をすれば何でも売れると思ってたんですけども、実は大手社員にいる時ってその人にこれ導入すれば5時のチャイムであなた帰れますよとか、どんだけその人がサボれるかみたいなところに焦点を当てた提案をしてあげることが一番刺さる提案方法なんですね。でもそれに気づけたのってやっぱ自分が大手に いたからだし、正直ね、大手にいる時別に働きたくなかったんですよ。だって周りの人みんな働いてくれるじゃん、何万人という社員がさ。だからそういう当事者意識があまりない人が多いので、そういう提案をするとかね、そういうところを学べるには一度会社に入った方がいいですよ。100均皆さん安いと思ってますけど、100均って実は高いですからね。100均の封筒って5枚で、100円なんでしょ。でも普通のところって20枚で200円とか300円とか売ってますよね。そうすると5枚で100円より全然安いですよね、他の方が。だからみんな安い安いと思ってても、実はしっかりと見てみると、今もさっき言った分析ですよね、しっかりと企業がどうやって利益出してんだろう、この企業ってうまくいってるけどって、必ず大きくなった企業には必ず何かがあるわけなので、表に向けた PR みたいな、プロモーションの味が美味しく食べれるために仕切りを作りましたみたいな、表に出てる情報じゃなくて、しっかり現地に行って本当に何がこいつらは儲かってんの、経営って綺麗事じゃないから、綺麗事を言ってるけど裏ではしっかり経営ね、お金を儲かる利益の仕組みがあるから、そこを気づければ皆さんの普段の生活でもすごく強くなりますよ。批判とかマーケティングってリブランディングできるんですよ。例えばさ、 PPAP の人、ペンパイナップルアップルペンの人とさ、あんな面白い踊りやってたのに、じゃあ今何やってるかって、ニュースピックスってね、お堅いメディアのなんかニュースメディアの司会者やってるじゃん。だからブランディングっていくらでも塗り替えられるんですよ。だから俺が結構ね、いろんなところで炎上したり、いろんなところでね、なんかこいつはクソだみたいなね、こいつはなんだってね、燃やされたりとか批判を受けたりしますけども、全然それ OK なんです。なんでかって、リブランディングあと3ヶ月後に俺のファンになってるんですよ。面白いでしょ。だから知られたもん勝ちなんですよ。年収5000万円の人って年収500万円の人の10倍働いてますか？働いてないでしょ。だから首から下で働かないといけないというものは、もう年収は限りがあるんです。でも首から上を鍛えれば収入は無限大なんですよ。だから知識をつけなさいと言ってんですよ。でもアジアで一番学ばないとレッテルをね貼られている日本です。日本人の平均勉強時間って1週間20分ですよ。海外の平均だと2時間ですよ。日本は20分です。これで収入が上がりませんって何言ってんのみたいな。いや当たり前やろ。だってさ、普通に考えて学校にお金を払って学ばせていただいてんのに、なんで会社に行って学ぶ気でいるやつがいるのみたいな。会社は学校じゃねえんだ、当たり前じゃないですかね。だから俺も面接とかでさ、御社に学ばせていただきたいんですよ、結構言われたりすんだよ。いやだったらお金くれよ、なんでお前学ばせないといけない、よくわかんないでしょ。教えてあげるんだったらお金くれよって感じじゃないですか。とにかく売り上げじゃないっすね、コスト意識ですね。まあ、最初はね、売り上げ上げないとコスト意識もないんだから、まあ、売り上げなんだけど、でもそれでもコスト意識が長い経営やるには一番重要です。このコスト意識ってうまくいってる企業を見れば見るほどコスト意識ってめっちゃあるんですよ。で例えば皆さんさ、ラーメン屋で有名な一蘭ってあるじゃないですか。一蘭ってさ、ラーメン屋で仕切りがあるじゃない、それで黙々と食べるみたいな。でも普通みんなラーメン屋に行って、普通に皆さん一蘭でラーメンを食べるんですけども、その一覧を分析するっていうなんか意識が足りないんですよ。でそれ分析するとさ、例えば一覧で仕切りがあることによって、なんで仕切り作ってるのかなっていうと、あんなのさ、味を美味しくして、いただきたいからみたいな話じゃなくて、普通に仕切りを作ることによって雑談をしないから回転率が上がるんですよ。で前にのれんがあるでしょ、のれんがあるから前の従業員のピアスしてようが何をしてようが、外国人だろうが、従業員の、まあ、接客もそんなにばらつきが出ないから誰でもできると、だから採用に困らないっていう、採用コストがなくなるとかね、
回転率が上がるし、作業コストがなくなるとか、あとは一覧で食券機だったりとかすることによって、金銭管理とかの工数も減らして、ぐーっと下げるとかね、あとはセントラルキッチンでね、もうパッケージ当てて茹でればもう出せるみたいな、そういう風なコスト意識をめっちゃ徹底してるじゃないですか。だから伸びるんですよね。だから売り上げを上げようとするよりも、コストをどんだけ低い位置で維持できながら売り上げを上げるかっていうのが、一番俺はビジネスで重要だったと思いますよ。日本ってすごいさ、貧しい方とか辛い方に引きずり込むじゃないですか。なんか俺はこんな大変苦労したんだから、お前ももっと苦労しろよみたいな。いや違うでしょうと。過去の苦労をさ他に言って、ほら俺も苦労したからみたいな、それ違うでしょうと。俺的に例えば子育てだってさ、普通にドバイだったらナニーさん雇えばいいし、部屋の掃除だってねメイドさん雇えばいいし、例えば警察官だってカフェとかでね、ゆったりすりゃいいじゃん。休み時間だったら制服だろうがね。で、コンビニとかもさ、こうやって1日経ってるでしょ、日本は。別に人がいない時座ってたっていいじゃん、コンビニなんて。ね。そういう風な、辛い方辛い方に行くのが B みたいな感じなんだけど、それがやっぱりドバイの生活では一切なくなったのが、僕は一個メリットだったかなと。これは告知じゃないけど、 URU でもですね、ブログ制度だったりとか切り抜き動画制度、こういうものをただスクリーンレコードして、それを切り抜いて YouTube に貼って、そこを貼ったリンクを、まあ、字幕とかつけて貼ったリンク、だいたい1動画3分から5分ぐらいできるんじゃないですか。それを運営に投げると、サイトのね申請をすると、1動画作ったら500円、まあいい動画だったら800円もらえる、最低でも500円もらえるんですよ。3分5分で作った動画で500円もらえるんですよ。余裕でじゃあ10個作ったら5000円じゃないですか。20個作ったら1万円じゃないですか。あれ1日会社で10時間なんか一生懸命やるより、いやいや動画2時間3時間で動画10個作ってもう終わりやん。それでいいじゃん。なんでそんなみんな大変な方に行くんですか。ブログもう書けるようになりましたと。書いてくださいと。はい、じゃあブログ書きました。1ブログ終わったら4000円ぐらいか。4000円もらえます。じゃあ1日3個作って1万2000円じゃん。それでいいじゃん。なんでそんなにさ会社員でいたいのかなって俺すごい思うんだよね。アンカリングと決定回避、これピザ屋で例えられるんですよ。でピザ屋でトッピングがありますと。1トッピング200円ですと。じゃあゼロのピザから自分でトッピング方式でやってくださいって言うと、平均単価800円になるんですよ。だから平均で4つしかみんなトッピングを作んないんですよね。でもフルトッピング、もう14種類のトッピングフルでありますと。いらないものを削ってってくださいっていうと、だいたいみんな数個しか削んないから、平均単価が1400円ぐらいになるんですよ。で、自分でつけてくださいだって800円しかならないのに、自分で取ってくださいっていうと1400円の単価になるんですよね、トッピングを。だから、フルトッピングにして何がいらないですかってヘル式にすると売上単価って自然に上がるんですよ。これがアンカリングとあと決定回避の法則。人って削除することが面倒だと思って削除しなくなるから、そういう風な心理学的なものをしっかりと、店舗経営のプロジェクトマネージャーとかを日本で雇おうとすると80万から100万円月にかかります。パキスタンいくらですか。3万円です。10人雇っても30万円です。日本だったら10人雇ったら1000万円かかります。な、利益率なんてね、当たり前じゃないですか。で、実際にじゃあそこで納品してもらったもの、例えばウェブサイトだったらアプリとか、これを高いところで売るんですよ。ドバイとか日本で売るんですよ、高くなるところで。これをやるだけなんですよ。水を自動販売機だらけのところで売ったら100円にしかならないじゃん。でも水をね、砂漠のどこかで売ったら1億円になるかもしれないじゃん。あなたのスキルもそうなんですよ。あなたのスキルも、そのスキルが30万円にしか月にならないところがある。でも、あるところではそのスキルが100万円にでもなる。例えばさ、美容師さんなんてそうだよね。美容師さんなんて日本でやってるから20万円とか手取り14万円とかで働かされるわけじゃん。でも、じゃあどうぞ海外に行ってくださいと。どうぞハワイに行ってみてくださいと。ハワイでやってる美容師さんなんていくらもらえてますって言ったらどうですか ?50 万とか60万もらってるじゃないですか。こんぐらい違うんですよ。だからそういうふうに自分のスキルを上げるっていうことも重要ですけども、もちろんそのスキルをどこで使うかっていう場所を選ぶことってもっと重要だと思いますよね。Amazon で物を買うときに何を見ますか。なんかお店を選ぶときに何を見ますか。なんかお店が書いた長い文見ますね。なんかお店の特殊な機能とか見ます。見ないでしょ。普通に皆さんが見るのは星の数じゃないですか。星の数が何個、評価が何個ついてるか、それしか見ないですよね、ほとんどの方。ということは、もう一回言います。ラーメン屋の売り上げ上げるにはどうしたらいいですか。当たり前です。星を増やしなさい。星を増やすんですよ。とにかくそこの道行く人に食ってけと。食って、レビューつけろと。無料でもいいからレビューつけろと。で、本当はこれ Google の広告なら違反になっちゃうからダメなんだよ。でも関係ない、もうやれと。星をつければお客様来ますから。世の中の人はあなたのラーメン屋の味が美味しいから来るんだっていうのは一部しかいません。ほとんどの人は人がいいと言ったものをいいんです。
それに行くんですよ。だから結構誤解してるんだけども、例えばさ、初詣ってあるじゃないですか。なんで初詣にあんな行列ができて並ぶんですかって、並んでる人にぜひ聞いてみてください、10人ぐらいに。そうするとみんながやってるから言うんですよね。みんながやってるからやるんですよ。みんなが買ってるからやるんですよ。ジャパネット高田のね、あのテレビ、なんであれでもまだ売れるかっていうと、高田さんうまいじゃないですか。普通にね、こうやって、じゃあ今からこれを売り出しますって言ったら、売り出しますって言った次の日、カメラのアングルどこに向きます？コールセンターに向けて、コールセンターでどんどんほら、みんな買ってますよ、みんな買ってますよ。みんな買ってるを売らないといけないんですよ。世の中っていうもの。本田さん言ってましたよね。質の話をするのは、量をやった人だと。みんななんかさ、世の中の人ってさ、ワークライフバランスがとか、何時間労働がとかね、生産性がって、いや、分かったと。生産性だの、ね、なんとかバランスだの、そういうのは、量をやった人が言う言葉やねんだろ、と。ね、そうだろ、と。量をやってないのに生産性がとかね、量をやってないのにワークライフバランスがとか、ふざけたこと言ってんじゃねえと、俺もう本田さんに本当にもう 100% さ、賛成ですね。とにかく量をやれと。4時間睡眠だろう、1時間睡眠だろう、10時間睡眠だろう、何でもいいけど、量をやれ。とにかくやれ。以上です。よくさ、3日坊主なんですけど、どうやったらね、継続できるか分かんないよ。言われるの、4日やれ。4日やれば以上やと。ほんとそうですよ、皆さん。スキルなんですよね、やっぱり。例えばサッカーでさ、いきなりワールドカップにできるかっていうと、できないんじゃない、いけないじゃないですか。やっぱリフティングもしないといけない、ドリブルもしないといけない、パスの練習もしないといけない。基礎が必ず必要なんですよ。なんかね、世の中の人はいきなりワールドカップに行けるみたいなね、勘違いしてんだけども、基礎が必要だから、こういうね、基礎的な知識とかスキルを組み合わせることが、基本的には経営の一番強い方法ですので、お金を稼ぐなんてめっちゃ簡単です。逆に不労所得とか MLM とかよくわかんないことやってる方が100倍難しいです。なんであんな意味のわかんないものにみんな引っかかっちゃう。なんであんな楽に稼げるという楽に稼げないものに引っかかっちゃうのっていう。だって普通に右のお店でお客さんが来てないところいますよ。なんでお客さんが来ないかって当たり前ですよ。料理が美味しいのにお客さんが来ないっていうのはプロモーションができないわけじゃないですか。じゃああなたがプロモーションをできるようになれば、さっきみたいにじゃあプライシングだったりメニュー表作成だったり、それができるようになって、じゃあ上げた売上の月に 10% だけくださいって言ったら、じゃあ30万円ぐらい50万円上げましたって 10% 2万円入るわけじゃないですか。それを10人提供したら20万円じゃないですか。何が難しいの？ホームページ作れません。じゃあホームページ作りますよ。じゃあ、ドメイン費用も全部含めて月に1万5000円でいいですよ。初期費用何百万とか取りませんからって言って作れるようになれば、それだけでそれを10社にやったら30万、50万儲かるわけじゃないですか。何が難しいのか。わからない。SMS っていうところでフィリピンにね、送られて1個授業作ってこいみたいな感じで送られましたけど、その時何やったかっていうと、クリニックとか病院のスペース。日本だとさ、病院のスペースとかよくチラシとかね、いっぱい貼ってあるじゃん。なんかいろんなね、告知の周知みたいな。フィリピンに行くとそういうのがないんですよ。で、これフィリピンに行くとなんでないかっていうと、日本みたいに社会保障制度みたいにしっかりしてないから、病院に行ける人ってそもそもお金持ちが多いんですよ。だから病院がめっちゃホテルみたいに綺麗なんですよね。で、それに気づいて、あ、めっちゃ綺麗だと。あれ？じゃあここの綺麗なスペースをもし広告スペースとしてね、こういう高所得者にターゲットしたい人に対して何かね、広告打ちたい企業にこのスペースを売れないかって考えて、で、クリニックもフィリピン中のクリニックとかホスピタルのスペースとか壁とかね、このスペース2メートルの平米くださいとかね、そういうものを契約書ですね、買い付けなんです。買い付けてそのスペースをトラフィック計算して、1日このクリニック何人来ます、何人来ます、じゃあ毎月10万人の高所得者にターゲットできる媒体、はい買いませんかみたいな、こういうものをねやってたりしてたんですけども、こういうオフライン集客を1回経験するとすごいいいマーケターになると思います。だってオフライン俺売れたらオンライン竹原公式で本日浮気してますか。ノーコメントですね。はい。でも一夫多妻制は大賛成派ですと。だってみんな考えてよ。だってさ、普通に虐待とかあとそういうものってさ、やっぱ貧困から来てんですよ。でも逆言っちゃえば、貧困じゃないお金持ちの層に人を、子供を多く集めれば、ちゃんとした教育も受けれて、でちゃんとした虐待とかそういう犯罪も減って、いいことばっかりじゃないですか。だから一夫多妻とか、逆に言うと一妻多夫か、一妻多夫も僕は賛成ですよ。はい、全然ありだと思います。人って面白いことに、例えばプレゼンっていくら練習しても30分聞いてくれないんですよ。でもね、皆さん映画とかって平気で2時間見れるじゃないですか。 Netflix のドラマなんて平気で1日見れるじゃないですか。人ってストーリーは30分でも1日でも何時間でも聞けるんですよ。だからプレゼンを作るときって、プレゼンを作ろうとしないで紙芝居を作るみたいな感覚で作ると、
めちゃめちゃ刺さるプレゼンになりますね。ワクワク。ワクワク。じゃあ次のページめくります。あ、みんな見たいみたいなね。だからもう5歳児でも理解ができるぐらいの紙芝居作った方がいいですよ。これがプレゼンの僕の重要だと思うことです。昔の会社はですね、ウィルキャンマストって呼ばれるものがあるんですよ。ウィルキャンマストって何かっていうと、ウィルって自分のやりたいこと。で、キャンっていうのが自分のできること。で、マストっていうのは、じゃあ自分のやりたいこととできることで、その間にあるやらなきゃいけないことみたいなね、こういうのをずっと言われて、人事面談とかずっとやらされてたんだけども、自分で経営して今気づいたんだけども、これ全部嘘っぱちだと。こんなのなかったわと、やっと気づいたんですよ、自分が経営者でね。これ僕の持論では、ウィルキャンマストじゃなくて、どちらかというとキャンを増やさないとウィルが増えない、見えない。ウィルが見えないとやらなきゃいけないことも見えないんですよ。だから結局やりたいことばっか見てんだけど、みんなできることがないのにやりたいことって見えないんですよ。だって泳げないやつがさ、水泳で世界チャンピオンになろうなんて言えないじゃん。だからまずは泳げるようになると、じゃあ水泳で何か体感出ようとかね、カヌーの練習しようとかね、サーフィンやってみようとか、そういういろんなものにつながるんだけど、できることがないのに選択肢がない、その選択肢がない中でやりたいことを見つけるっていう、その時に見つかったやりたいことほど危ないものってないんですよ。だから俺はもうやりたいこととか今現在どうでもよくて、まずはできることを増やしなさいと。できること増やしたらやりたいこと見えてくるから、そしたらやりたいこと見えてきたらやらなきゃいけないことが見えるっていう、キャンウィルマストが正しい順番だと思うんですよね。これをですね、やりたいことが見つからないけどどうしたらいいですかという質問ですけれども、いや、やれることをまず増やしなさいということですね。これもうこれだけです。もうやりたいことはどうでもいいです、皆さん。正直な話、人生短いからやりたいことをやらないとみたいなこと言ってるやつって、いや、そもそもお前やれることがねえのにやりたいこと見つかんなくて、それが人生短いんだから、むしろやれることももっとやりたいこと見なさいよと。それがめっちゃ重要ですからね。まず美容パウダーを使う人の目的って何ですかって言ったら、当たり前にスキンケアとかね、肌が綺麗になりたいとか美容なわけじゃないですか。ということは、その目標のゴール地点で競合を作るんですよ。例えば美容パウダーの競合は美容パウダー会社じゃなくて、美容パウダーの競合は当たり前にクリニックとかエステサロンとか、じゃあエステで5万円払ってますよね、クリニックで20万円払うんですよね、でもこの美容パウダーは月に1万円ですよ。こういう風な比較するマーケットをスイッチすること、これがめちゃめちゃ重要です。だから得しますってのもこれ言い方ですよね。例えばさ、1キロの石っていうのと1キロの綿っていうの、じゃあ同じ1キロだけど綿の方が軽く感じるじゃないですか。それと同じで、得しますってイメージは、じゃあ月に美容パウダーがエステサロンの5万円よりも1万円だから4万円得しますみたいな比較じゃなくて、生涯においてあなたは2000何百万得しますという方がプロモーション的には刺さりやすいんですよ。で、そこから、じゃあなぜかって、じゃあ月に4万円、月に5万円、今エッセンに使ってんですよね。でも美容パウダーだったらこれですよ。じゃあ普通の数字が4万円ですね。4万円が何十年続いたって考えてくださいと。ね。そういう風なやり方です。レッドブルとかすごいじゃん。レッドブルってさ、皆さん名前は知ってると思うんだけども、昔からオフラインマーケティングめっちゃ頭いいんですよ。例えば空き缶をね、クラブの並んでる人たちに配って、で、捨てられるから、そうするとクラブに来た何千人が見るとか、そういうことだったりとか、あとレッドブルでさ、スポンサーになってる有名なスポーツ選手って皆さん一人でも名前浮かびます？浮かばないでしょ。レッドブルは有名なスポーツ選手とかスポンサーにならないんですよ。なんでかっていうと、わざと、そのマイナーなクレイジーなエクストリーマーたちのスポンサーになって、で、そうすると SNS でバズるじゃん。有名人よりも SNS でバカな、クレイジーな奴らの方がバズるでしょ。そこを狙ってスポンサーになるから、スポンサー費用もめっちゃ抑えて、なおかつ世界中に知られるような、そういうことができるんですよ、レッドブルって。ぶっちゃけ言います。本なんて読まないですよ。俺は本を出したことないですよ。だから、本を出してる人は本読むなんて言わないじゃないですか。でも俺は本を出したことないから、損得感情なしに、ポジショントークなしに言いますけど、本でインプットするほど不効率なことってないですからね。だって普通に人間って視覚的情報と聴覚的情報がどっちもあった方がね、いろいろ理解できるわけじゃん。なのになんでこんなページめくってこんな読まないといけない、あんなのやめた方がいいですよ、本当に。増税クソメガネ、俺すごいと思ったの。みんな聞いて、なんだかんだ岸田さんの支持率って落ちてるじゃないですか。やっぱ SNS ってめっちゃ効果あるんだなと。SNS ってめっちゃ効果あるんだなって思いましたね。だからみんなが SNS で拡散するとか、SNS で自分の主張を発信することって、これって結構選挙に行く以上にも
効果があるかもしれないです。面白いこと言ってあげましょうか。僕の動画は僕が話してると思ってますね。これは僕ですよ、ライブですから。でも僕の動画は当たり前に AI が話してます。知らないでしょ皆さん。あれはね、どうやって撮ってるかっていうと、こうやって離れてね、離れてこうやってこうやって話してる風景をこうやって無口で撮るんです。こうやってで、それを10種類ぐらい用意されてるんですよ。で、離れて撮ると口元が分かんないから、で、あとは俺の声に吹き替えて制作チームが動画をただただ作ってると。知らないでしょ。ええとか言われちゃった。これ内緒。チツイート300円っていうのもあるじゃん。で、コメントなんて、30秒で終わるわけですよ。でもこれなんでやってるかっていうと、ちゃんと継続させるためなんですよね。こんな300円がどうかって正直どうでもいいんですよ。でもそのしっかりとアプリにログインをして、その学びっていうものを継続させるために、じゃあメリットがないとログインしないじゃん。じゃあこれをやったら300円与えるからログインしてね、でさせる。そうするとやっぱり学びを継続する。学びを継続すると結局どんどんスキルがついてくる。で、知識がついて、何気に、事業が成功するというサイクルを作り出すために作ってますね、この300円とかいうちっちゃい金額は。でもブログはまた違いますね。1ブログ4000円とかね。だから皆さんね、これ誤解してるかもしれないですけども、URU で皆さんが俺にお金を払っていただいてるみたいな思ってるかもしれないですけど、逆ですよ。僕らが逆にお金を与えてるんですよ。学んだことを学んだままで、知識って学んだだけじゃ価値がないんですよ。それを使った時に価値が出るんですよね。その使うっていうところまでを俺は用意しないといけないなって思って、逆にブログ書いてください。じゃあ SNS でフォロワー増やして拡散をやってみてください。企業からプロモーション費用を出し、こうやって仕事を与えること、これがねすごく重要なんですよ。これが僕の言ってる URU はオンラインスクールじゃなくてオンラインカンパニーですよって言ってる通りなんですね。俺が今リールとか動画制作にかけてる時間は0分です。じゃあどうやってるか。僕の編集チームがいます。クリエーションチームがいます。その人たちが世界中の英語版のバズってる投稿をどん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 集めて、それを自動で文章化してるんですね。その文章をあるツールを使って俺の音声に吹き替えて、で俺が話してるように見せて、でも俺が話してるには俺を出さないといけないんです。だからこうやって遠くでちょっと撮った画像を差し当てて字幕を見る。でも字幕をつけるとほとんどの人って口元に目がいかないんですよ。字幕に行ってるから気づかないんですよね。これがうちの動画編集の裏なんです。だから実際に俺は1秒も動画に時間を使ってません。勝手にやっといてって。なんか批判されてます、炎上してます、知らん知らん、俺じゃねえし、 AI だし。そうです、みんなね難しく考えすぎなんですよ。例えばあなたがカフェを出しますと、カフェを出すって言ったら、じゃあどこに出しますかね。場所ってすごい重要じゃないですか。俺だったらカフェを出すんだったらファミレスが近くにあるところ。だってファミレスってめちゃめちゃ競合調査してそこに出店してるわけで、でそこで勝ち続けてるわけなんだから、ファミレスに行く層がこのファミレスよりも居心地が良さそうなところを作ったら来てくれるわけじゃん。でしょ。ということはファミレスの横にカフェ作るし、例えば俺が高級料亭を作るんだったら車のディーラー、高級ディーラーの横に作るし、だって高級車買いに来る人って高級料亭とかね、そういうとこに来るじゃん。そういう勝ち乗りをした方がいいっていうのが一つですね。そうすれば別に事業なんてほとんど成功しやすい。南行徳のジム、いろんなジムなんていくらでもあるわけですよ。エニタイムがあって、なんとかフィットネスがあってみたいなね。じゃあなんでそこが4年前か5年前ぐらいに作ったところですけど、なんでまだあんな大繁盛してるかっていうと、普通に同じことやってもマネタイズが違うんですよ。マネタイズ方法って何かっていうと、普通のジムはじゃあ月々6000円ねとか、じゃあ入会金で何十万円ねとか、そういう取り方じゃないですか。でも全く同じでビジネスモデルを真似るんじゃなくて、マネタイズモデルに差別化を持たせると、例えばそこのジムって、例えばマネタイズで、じゃあ1ヶ月目入会してから半年間はじゃあ1万円ですと、じゃあ半年から12ヶ月目は9000円ですと、じゃあ2年目からはこれが何千円になりますって、これドイツの歯医者さんと一緒で、どん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 サブスクリプションでこうやって下がっていくようなサブスクにしてるんですよね。そうするとどうなるかって、どんどん下がっていくもんだから、やめるのがもったいなくなって誰も入会からやめないんですよ。こういう風なお金の取り方だから、みんなビジネスモデルで A 社が何を販売してるから、じゃあうちもこうやろうとか、 A 社がこういうことをやってるからこうやろうって、そういうビジネスモデルを真似るのは結構なんだけども、でも必ず差別化が必要で、その差別化はマネタイズモデルで差別化した方がいいと思いますよ。
僕が一番大事だと思うのは1円を稼ぐことっていつも言ってるんですよ。だから皆さん稼いだことある？会社から振り込まれる給料以外で、例えばメルカリで販売した時の1000円が入ってきた、ね、ブログを書いた時のアフィリエイト報酬が入ってきた、何でもいいじゃないですか。その時に本当にあの銀行口座にチャリンって入ってきた時のあの感動、これがこの積み重ねが自信に変わるんですよね。この自信があると自由と多様性ってなんか生まれてくるんですよ。あ、これをじゃあ1万円できた、じゃあこれをあと30人に提供すれば30万、今の会社の給料を超えられるみたいなね。そうやって俺も起業をした人間だから、そういう人を増やしたいみたいなものが僕の中の原動力であって、今やってる事業の目標というか感じですね。新宿で美容院出して1店舗目も儲かりました。じゃあ2店舗目どん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 出店していこう。じゃあ2店舗目どこに出します？皆さん問題ですっていうと、これ正解新宿なんですよ。新宿で儲かってんだったら新宿に2店舗目出すんですよ。これをなんでかっていうとクロスコストっていうことですよね。例えばじゃあ新宿で1店舗、新宿で2店舗目で2店舗同じエリアに出すと、じゃあ人材採用めっちゃ楽になりますよね。だってインディードに人材応募でやろうって言ったら店舗ごとにエリアを違って店舗ごとに出さないといけないじゃん。でもエリアが一緒だと1店舗に、ホットペッパーだってそうだよね。ホットペッパーだってじゃあ予約取りますっつって予約取りました、2店舗分で、じゃあ1店舗ごとの費用が5万円だとしたら5万円で低いプランしか入れないけど、同じエリアだったら2店舗分の予算10万円のプランを月々入れるわけじゃん。ということはもっと見られやすくなって、じゃあ1店舗目がもし満席なんだったら、じゃあ2店舗目に誘導してあげるとか近いんだからね。そういう風なクロスコストみたいなところですよね。起業すると自由とか独立すると自由ってみんな思ってますけれども、全然そんなことないですよ。自由って皆さん怖いですよ本当に。もう起業して自由になったと思ったら、その瞬間から誰もあなたに何も教えてくれないし、誰もあなたに怒ってくれないし、もう本当に全て自己責任で。だから自由ってなった瞬間にもう自分が自分に一番厳しくならないと自由なんて手に入らないんですよ。だから実際自由ってめっちゃ怖いもので、自由ってめっちゃ厳しいものだから、こんだけみんな自由がいい自由がいいとか言いながらも、実際に自分から縛られに行ってるわけじゃないですか。多分明日も自分から自由がいいとか言いながら縛られに行くわけですよ、ほとんどの方は。だから自由って実は一番難しいし、人によってはですね、不幸でもあると思います。本当に大変ですよ独立は。今年は寄付したよ、もうパキスタンに4000万円寄付したわ、個人に。よくさ、それをさ、寄付してる団体が国営の団体だからニュースに載っけてくれたんですよ。そのニュースに載っけてくれたのをツイッターでシェアしたらさ、なんで日本には寄付しねえんだとかね。いやいや、お前さ、覚えてるかと。1億1円を俺最年少で日本に寄付してんだよ。ただ寄付するお金以上の何千倍というお金をよくわかんない武器に使ってるわけじゃん。いやいや、こいつら本当に寄付必要かと思ってきちゃうんだよ。あなたがさ、1億円寄付しますって寄付したその次の日とかに、海外のね、支援のために何兆円とかね、どっかの国の軍事支援のために何百億円とかね、そんなニュース出されてみーよ。寄付する気起きるか？ 2 回3回寄付しようと思うか？あなただったら。思わないだろ。それよりも、ね、武器に変わるぐらいだったら、だったら自分で本当に困ってる子たちがいるところにお金を渡すわと言って寄付してるんですわね。で、めっちゃ反対されましたよ。もう親も反対されたし、うちの嫁さん、その時はまだ3人目が生まれてなかったから2人目、双子ですよね。双子だよ、だって皆さん。双子がいたから、会社なんて辞めんじゃないと。社会保障どうすんのみたいな。めっちゃ反対されましたけども、それはさ、人生2回あったらよ。人生2回あったら、親の言うこととかね、上司の言うこと聞いてたかもしれないけども、俺ら人生1回しかない。だから、もうやってみようと。どうなったって、その当時24、5歳ぐらいだったからね、もういいじゃんと。それでやったらドッカーン伸びちゃいましたね。ドッカーン伸びちゃいました。はい、ハードとソフトの視点っていうのがあって、例えば iPhone だとめちゃめちゃいいアプリを入れて、そのアプリをアップデートして、もうそもそもの iPhone の本体がめちゃめちゃ古いとかめちゃめちゃダメだと、そのアプリどんなにアップデートしても無理じゃないですか。これ人間と一緒で、どんなにスキルのある人材を入れたとしても、そもそもで人間性の部分、例えばチームワークができないとか、例えば遅刻をしてくるとか、そういうところがダメな人間って、そもそもでハードがダメだから、どんなにソフトの中のスキルをアップデートしてもこいつはダメだなと思っちゃうんですよね。だからそれだったらめっちゃスキルは低いけれども、なんか大変なことが起きた時に、いやー社長これなんかおもろいこと起こりましたねみたいなね、そういうなんか人間の方が
俺は価値があるんじゃないかなって思うんですよね。今2800円ぐらいのエジプト人の人で、ちょっとぽっちゃりの人で、ドバイって女性が男性の髪切れないし、男性のが女性の髪切れないんですよ。だから日本の美容師さんみたいにね、なんか綺麗な美容師さんが切ってくれるみたいなないんだけども、もう本当にもう毛がもう毛だらけなんですよ、エジプトの方だから。だからシャワーする時とかもう70ディラハムだからめっちゃ安いやん。もうスピード重視だから、マジで10分カットよりも早いからね、5分ぐらいでもうパー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 って刈り上げて、シャンプー台置いて、でこの毛むくじゃらのさ、手でこうやって、髪の時はいいね、これをこうやって顔も洗ってくんね。そうするとここにある毛が分かる、めっちゃ長いから、あの人たち中に入ってくんね。そうするともう毛で顔面がさ痛いのよ、毛で。そういう床屋で僕はドバイで切ってますね。僕の焼肉屋はですね、コンセプトが何個かやってるんですけども、虎ノ門と新橋の近くにあるところはですね、37ウエストって言って、ニューヨークの禁酒時代って分かります？皆さん、昔はニューヨークでお酒を飲むなって時期があったんですよ。でもその時富裕層たちはどうしてたかっていうと、バーに隠し扉をつけて、その隠し扉の裏でお酒を飲んでたんですよ。それを表現するというコンセプトの焼肉屋がですね、結構今も何千万と毎月売り上げ上がっててですね、結構人気なんですよ。そういうコンセプトを作ってるんで、だから入るとバーがあって、え、焼肉屋なのにバーって言って、隠し扉をこうやって上げると、またタンスみたいなスタッフルームがあるんですよ。そのスタッフルームのを超えると、またシャンデリアがもうバッカーンとホールが広がって、そのホールの後ろにまた隠し扉があって、その隠し扉の後ろにまた隠し扉があるみたいなね、すごい面白い焼肉屋なんで、ぜひ皆さんお時間あったら行ってみてください。起業したいのに何していいかわからない自分が辛かったですね。毎日辛かったです。僕の当時働いてた会社はリクルートホールディングスね、そこで働いてた時に、俺はさ結構いいお給料で結構いいグレードだったんですけれども、ただお前は何がしたいんだって結構ですね言われる文化があるんですよ、社内に。お前は何をしたいんだって聞かれた時に、マジでこうしたいっていうのはなかったんですよ、正直。本当になんか、いや、できるなら鎌倉でずっとリモートで乗ったり暮らしたいけど、別にやりたいことはないみたいな、そんな状況で、そこが辛かったですね。だからそういう状況ってさ、皆さんもお前が何したいっていう言葉に答えられないのって、これ人生進んでも歩いてもないんですよ。これただ人生さまよってる状態なんですよ。僕もそうだったから、その状況が嫌で起業したわけなんだけれども、正直もう何でもいいと思った。もう自分でできれば、自分で何か熱くなれるものがある。そう、寄付し続けたらそれ当たり前と思われるから辛いですね。ほんとその通り。もうなんか毎年寄付してもなんかありがとうみたいな。だって寄付したらそのお金は詐欺からのお金だとか、よくわかんないこと言うバカもいるしさ。お前さ、普通にさ、YouTube とか、このインスタで何十万人に対してお顔を晒して、詐欺師は顔晒さねえから、そもそもで。何をこいつらは言ってんだと。もう理解できないものは全部詐欺にしたいんだろ、おめえらはと。ほんとにクズだやつ。僕残業代もらってないですよ。リクルートめっちゃいい会社です。もうめっちゃおすすめで、もぜひみんなに入っていただきたい会社ですけども、僕がいた部署はですね、ちょっと特殊で、戦略企画室って言って、世界中のめちゃめちゃいい会社を買ってこいと、買収の調査に行けっていう部署だったんですよ。だから僕は当時アメリカら辺でね、インバンコネクトっていう不動産領域の、スタートアップとかを探してる部署だったんですよ、チームだったんですけども、その時にサンフランシスコに行くのに、だいたい何十時間かかるわけですよ。ドアツードアでね、ホテルまで行くのにね。それ、出ませんからね。でも、逆に、そういう勤務時間という概念がないから、結構楽でしたけどね。楽っていうのは、何時に行かないといけないみたいな縛りはなかったんで、そこら辺は良かったんで、逆になんか見込み残業というものがついちゃってます。くっそ泥臭いことを、めちゃめちゃ狂ったようにやる人ですね。木の棒を追いかける犬みたいに狂ったようにそれに夢中になってるみたいな、そういう人が成功すると思いますよ。そういう人は努力の習慣があるんですよ。だからみんなさ、なんか世の中って、特に日本ってなんか努力する人をバカにする風習があるじゃないですか。僕も多分昔意識高い系でした。本当にいろんな人の YouTube 見てインプット、例えば週末は誰かのマネージメントセミナーとか、あとは確定申告セミナーとか行きましたわ。会社がそういうセミナーとか勉強会みたいのを、まあ会社員の頃ですよ、用意してくれたんで、周りからしたらね、俺意識高い系だったんですけども、よくよく考えると、意識高い系とかバカにされても、いい家に住んでいい車に乗ってね、いい人付き合いをしていい収入を得てるのはいつも意識高い系なんで、いつもさ、バカにしてる人よりもバカにされてる人の方が実は裕福な図だよね、この人生。何か流行ったっていうその背景には必ず何かがあるんですよ。目の前のことを結構世の中の人って見がちで、裏取りをしないみたいなね。サウナが流行ってるって、じゃあなんでサウナが流行ったんだろうって考えた人っていないと思うんですよ。その流行った原点みたいなもの、
で、これ一説なんですけども、これやっぱインフルエンサーと呼ばれていて、インフルエンサーって露出が多ければフォロワーが伸びやすいんですよ。だから露出が多い人がインフルエンサーになりやすいんですよね。で、実際に寒い国より暖かい国の方がインフルエンサー多いって言われてるんですけども、夏はいいじゃないですか。じゃあ冬肌露出できますかっていうと露出できないんですよ。だから冬に肌を露出するいい理由を作ってくれてるのがサウナなんですよ。だからもしサウナ事業をやるんだったら、本当にとにかくインフルエンサーとコラボしてどん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 そこを PR していく。あとは筋トレとかね、筋肉すごい人って肌を見せたがるじゃないですか。冬見せらんない、冬にタンクトップとか着れないじゃん、あんなね。だからそういういい理由ができるから、撮影サービスと一緒にサウナ使ってくださいみたいなコラボして、そういう人を誘致して、で紹介制度持って一人の紹介を送ってくれたら、じゃあ毎回毎回こんぐらいバックしますんで、がもう大体サウナ事業儲かるんじゃないですかって。僕がやるんだったらね、そうやりますけど、今はなんか儲かるっていうよりも、もうお金で物を言わしちゃってるっていう形なんですよね、正直な話。例えば会計監査なんてやってますよね。会計監査をやってるっていうことは、その会計監査のライセンスを現地で取得しないといけないんですよ。そのライセンスって、例えばオフィスが何平米以上とか、会計する監査するってことは、その人に代わってその会社を見ることだからね。オフィスが何平米以上とか、デポジットが何億円とかね、いろんな要件があるんですよ。この要件をクリアした会社じゃないと、このライセンスって発行されないんですよね。だから逆に言うと、大手じゃないと、資本力がある会社じゃないとできないんですよ。だからそういう形でもう資本力で物を言わして、そういう独占的なライセンスを持って、ドバイとか UAE でこう日系でね、ライセンスを保有してる会社って僕らだけなので、勝手にお客様が来てくれるっていう会社なんですよね。うちだともう上場企業とかもあのクライアントで受けてるので、だからそういう形で儲かっては言ってますけど、みんなね、その最初は誰でもできることだからなんですよ。でも誰でもできるだろうって周りに言われるんですけれども、ただできるとやってるって違いますからね、皆さん。皆さんが、え、周りにできるだろう、俺もできるよ、そんなのできるよって言われても、やってるって言わないじゃないですか。だからできるとやってるって違うんですよ。だから本当に事業はなんでそんな儲かるのって、やってるから儲かるんですよ。できるからじゃない、やってるから儲かるんです。これ気をつけた方がいいですね。セミナー、役に立つセミナーと役に立たないセミナーがありますので、本当に役に立たないセミナーは何か売りつけられるみたいなね。基本的にいいサービスというものはサブスクで売られますので、なんかよくわかんないさ、何十万円を一括でみたいなね、そういう人いるじゃん。なんか最近ね、話題になってるじゃん。そういう売り方は絶対にしませんので。だってネットフリックスが何十万円で売ってきたらいい商品だと思いますよ。思わないでしょ。毎月じゃあ、見せますと。で、まあまあ面白くないんだったらいつでもやめてくださいとか、そういう売り方をするんですよ。だからいいセミナーがいいセミナーじゃないというよりは、いい商品とかいいサービスというものはお金の取り方で皆さん判断した方がいいですよ。税金も武器だね。あなたたちが税金払う、毎日毎日税金を払う、税金何割かしてる、 30% だと思ってますけども、実際にね、贈与まで入れたら大体の人って 50% から 80% ぐらい払うんですよ。あなたの人生ね、30日会社に行くとしたら15日はあなたの家族とかあなたのためじゃなくて、あなたの国のために働いてんだよ。あなたは国のために働いてんのにね、人生の半分ぐらいを毎日毎日満員電車に乗って頑張ってるでしょ。その半分がね、国のために働いてんのに、考えてみろと。ね、おとといぐらいにはさ、なんかウクライナに追加で何百億、600億、6000億、ちょっと桁忘れたけども、そんな、どっちにしろだよ。そんな大金をね、ポーンって寄付しますとか、ふざけんじゃねえよと、思うでしょ。普通に。バカかと。